本日はセミナーをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。講演が始まる前に楽天証券からお得なご案内です。楽天証券では現在、中国株式の売買手数料半額キャッシュバックキャンペーンを実施しています。本キャンペーンにエントリーし、キャンペーンの対象期間中に中国株式をお取引されたお客様に、取引手数料の50%をキャッシュバックいたします。 本キャンペーンの参加にはエントリーが必要です。画面上の QR コードを読み込むか、楽天証券ホームページからエントリーをお願いいたします。以上、楽天証券からのご案内でした。 本日はセミナーをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。2022年中国はどう動くのか。今後の中国情勢と注目銘柄を探ると題しまして、中国経済エコノミスト、中国株アナリストの田代直樹さんと、楽天証券経済研究所、客員研究員の加藤義和による中国株式セミナーを開催いたします。ぜひ最後までお付き合いください。 終了予定時刻は夜9時10分頃を予定しております。本日はライブ配信ですので、インターネット回線の影響等で音声が途切れたり、映像が乱れたりするケースがございます。あらかじめご了承ください。終了予定時刻や公演スケジュールが一部変更となる場合もございます。その際には画面上でお知らせいたしますので、そちらをご確認ください。 こちらが本日の講演プログラムとなります。それでは早速本編に参りたいと思います。本日最初の講演は、2022年政治の経済の中国経済を展望すると題しまして、楽天証券経済研究所客員研究員加藤義和が解説いたします。それでは加藤さんよろしくお願いいたします。はい。 え皆さんこんばんは。えー、楽天証券経済研究所の加藤吉和と申します。いつもありがとうございます。本日今講演よろしくお願いします。えー、本日はですね、まあ中国がテーマです。えー、2022年、えー、政治の季節である中国経済を展望するというふうに題してお届けしてまいります。あの私はですね、2003年にえ北京に短期を向いてですね、えー、その後まあ約10年間、えー、北京でえまあ学び生活し、えー、中国の動向というものを見てきたんです。 けれどもまあ、その後もですね、こもアメリカであったり、えー、また中国本土に戻ったりあの香港に行ったり、まあ、いろんな場所でこう中国の発展というかです、ね、そういったものを見てきたわけですけれども2022年、えー、今年ほど、えー、いろんな意味で重要な年はないなと。 そういういいい印象を抱いていますそれは2022年、まさに今、ですねこう北京オリンピック、まあ、東京オリンピックがこう開幕して、ですね、まあ、北京ではこうバブル方式、まあ、つまりその選手、スタッフとこの北京の一般市民の一切の接触が許されないという中で、しかもこうゼロコロナというですねこのまあ新型コロナウイルス、最近でもオミクロン株というのが、ね、日本へでもあの広がっているというふうに思うんですけれども、まあ、中国でも非常に厳戒態勢にあると、でしかも今、中国はですね春節、旧正月なんですね。 2月の1日がまあ今年は元旦ということで、特に北京はですねオリンピック、旧正月、コロナという。 この3つのですね、まあ、掛け算で非常にこう当局はこう管理能力が問われるという状況だという,ふうに思うんですよね。実際にその通年であればです、ねまあ、今、ここ数年はコロナなんで若干あの違いますけれども、通年であればですね約14億人のえ中国ですけれども、延べ約30億人がこう中国全土をこう移動するわけですよね。まあ、当時のゲルマン民族の民族大移動じゃないですけれども、まあ、それだけ大きなインパクトを持つと。で私が見たとところによるとですねその民族大移動 だけで、まさにそれだけで、ですねいや約1ヶ月、その前後の1ヶ月で、まあ、日本円で約16兆円ぐらいの経済効果を見込めると、まあ、何,何もかもこうスケールが大きいなっていう中国なんですけれども、まあ、あの若干、余談になりましたが。 こ今年はですねまあ今やっているオリンピックがあって、ですねまあ新型コロナウイルス、これからどうなっていくのか、今はですねあのゼロコロナ中国、経済の成長を犠牲にしてまでも感染症を抑え込むという、このかなりですね極端なゼロコロナ策というのもやってきたと、オリンピックが終われば、3月には全国人民代表大会というですね、あの,今年の経済目標が発表されますと、昨年度は8.1%、特に直近は4.0%まで落ち込んだ中国の経済ですけれども、来年はどうなるのか。年 日本は8.1%ということで、まあ、ある意味コロナからの V 字回復ですから、いいのは当たり前であると、問題は2022年以降、どうなっていくのか、国際通学金、IMF なんていうのは4.8%と、中国成長2022年の成長率の予測というものを下方修正しているということで、まあ、これなんかもこうゼロコロナとかです、ね、資源高とか、いろんな要素が絡んでいるというふうに思うんですけれども、そういう状況になるという中で、秋にはです、ね、5年に一度の党大会。 第20回共産党大会というのが行われますこれはですね皆さん、極めて重要です。というのは、その習近平さんという方、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、中国の最高指導者ですね、えー、習さんがこれまでとは違って、ですねこの2期10年というこの任期を突破して、実際もう憲法を改正して、任期を突破し撤廃しているので、今年の秋以降もですね続投できるわけですね。 で習近平さんがこう今年の秋以降、続投する。すなわち、第三期目に入ると、これはですね、いろんな意味で様相が変わってくるわけです。この皆さん、あの最近の中国っていうと、どういう印象を抱かれるかわからないです。けれども、例えば、もう神のですね。市場に対する規制が非常に強いとか、なんかこうね、あの外交部の。 あの報道官の方がものすごい強い言い方でね、このアメリカとか日本を批判してくるとか、あるいはそのもう海洋政策が極めて挑発的だとか、あるいはその言論の弾圧とかですね、まあ香港政策が極めて高圧的だとか、いろんなこ,うこと、あの印象を持たれている方いると思うんですけれども、ただ、これらの事象というのはですね、やはりその習近平体制というところと非常に深く関係している、内政も外交も、経済も軍事も、政治もそうだというふうに私は思うので、この状況が、 今後も続くかどうかっていうことを占う上で、この2022年というのは極めて重要な年になるというふうに思っています。まあ、政治の季節というのもあのそういった意味ですね。まさにこの政治の季節というこの要素がですね、この経済成長に与える影響というのは非常に大きいわけですよね。というのも 皆さんご存知のように中国というのは民主主義国家ではないですからもちろん中国は中国は自分で民主主義だというふうに言ってますけれども、まあ、それはそれはこれはこれですねその決してその共産党習近平さんも含めて民主有権者による選挙によって選ばれているわけではないということなので とにかく結果を出し続けなけけけななればいけないわけですねじゃあ結果って何かっていうと結局は経済なわけです。その人々の生活が豊かになってこの物質的に恵まれるようになってその中であの共産党さん習近平さんありがとうと、えー、あなた方が頑張ってくれたことによって、えー、我々の生活豊かになってますというふうにまあ感じて、まあ、実質こう信任を与えるわけですよね。 あ,のあなたがあなたが我々の為政者、統治者であることを認めますとなぜならば社会は安定していて、経済は成長していて、環境も良くなっていってと、これまで以上に汚染も減って、公害物質も減ってきていると、だからあ,のあなた方が我々の為政者でいることを認めますと、でも仮にこれと逆のことが起これば、逆のことが逆の展開になるわけですよね。社会は安定していない、治安もどんどん悪くなっていく、物価もどんどん上がっていく、物が買えなくなってくる格差がどんどん広がっていく。 そううあるいはその国際社会で中国がどんどん孤立していって、アメリカに留学に行くとか、えー、日本に観光に来るとか、いろんなことが困難になってくる、生活や,生活や移動が自由じゃなくなってくるというふうになれば、ですね当然、中国の人々だって黙っていないわけですから、そういうふうに考えると、ですねやはりその経済成長というものが、この政治の季節においては特に重要になってくると。であのー、この後ももですすねちょっとお話し,しますけれども あの経済政策に関してお話しますけれども、やはり今年2022年の中国の経済政策というのは、もう極めて、まあ、今年の漢字一つ上げろって言ったらこ、この「穏便の恩ですね、このウェン・ディン、穏便の、まあ、日本語で言うとまあ安定という意味ですけれども、安定ありきでいくと。つまり、経済の安定的成長があって、それをもって政治の安定を担保して、 習近平さんは秋以降の続投に向かっててつなげていくと仮に例えばですよ、新型コロナがまたバーッと広まっていきましたと、経済が一気に悪化してきましたと、アメリカとかとの関係も一気に悪くなっていきましたと、こういうふうになると、当然ですね、その習近平さんの続投に、あ何らかの影響が及ぶと、まあ、それを習近平さんとしては当然防ぎたいですから、なんとかコロナも抑え込んで。 景気もしっかりと維持をして、そういった中で経済の安定的成長をもって政治の安定を実現したいというのが、おそらく今、習近平さんが考えていることだろうと、もちろんその上では、ですねこの今行われている北京オリンピック、こう何事もなくですね円満に終わらせたいというふうに思っていると思いますし、あの今年の経済成長を、えー、公にする3月の全人代においても、まあ、私なんかはまあ5%前後。 くらいのこう目標設定は公にしたいんだろうなというふうに思ってますけれどもどうなるのかということが非常に注目されるということだというふうに思います、はい、あのここからですねあの先ほどは前置きでここからまあ大きく二つのパートに分けてお話をしていきます一、えー、つはですね2022年の中国の経済政策先ほど申し上げたような政治の季節2022年極めて重要な年における経済政策というのはどうなるのかと これなんかはですね、あのご覧にいただいている方々の中には、ですね、こう中国株、まあ、このあの田代さんも専門家のですね、方が、えー、中国株について、中国経済についてですね、この非常にこうプロフェッショナルな、えー、分析をなされるというふうに思うんですけれども、あの中国株に投資をされている方だけじゃなくて、ですね、この日本株であったり、米国株であったり、えー、そこに投資をされている方も、当然、中国経済、中国の景気の動向というのは受けるわけですよね。 先えー先えー、昨年の12月ですねあの、よく私も当時、ちょうど日経 CNBC という番組でちょっと解説をしていたので、よく覚えてるんですけど、あの中国がですねこう利下げをしましたと、こう中央銀行が、ね、利下げをしましたと、まあ、そこに今、日本の株式市場はですね利下げをしたっていうことは景気が悪いからだろうと。 まあそういういい感じを抱いたんでしょうねそれによっては日経平均がですね600円、700円というふうに下がったっていうのを当時、当時スタジオで見ていたんですけれども、まあ、あの中国がくしゃみをすれば日本が風邪をひくじゃないですけれども決してですね中国か文んぬんというだけの話じゃないんですよね。やはりその中国の景気が後退すればあるいはその景気の後退を示すような動作を当局が取れば日本の株式市場 アメリカの株式市場、まあ、特に日本だと思うんですけれども、非常にこう直接的な影響を、もしかしたら中国以上に受けるかもしれないということなので、あの中国の動向というものは、ですね、あの全てのですね。投資を愛する方々が注視をしなければいけない時代になっている、というのが、私の基本的な考えです。まあ、その経済政策、どうするか。そっと同時に、二、えー、つ目としてですね。あの先ほど、その習近平さんが、これからの今年の秋以降も続投するとしたら。 まあ要はどんどん習近平体制というのは政権というのは長く続いていくわけですよね。となった時にまあ中国はまあ2021年、昨年度は中国共産党結党100周年というまあ節目の年だったと2049年がま,あまだまだ先ですけれども建国100周年とその間に2035年というまあ間の年を設けているんですけれどもここに向かって。 中国がどうなっていくのか、まあ、あのあのかなり短いあのプレゼンテーションですけれども、まあ、ちょっと長いスパンでですね中国の動向というものを展望したときに、2049年に向けて中国がどういう方向に向かっていくのか、私も今現時点では何を言うか考えてないんですけれども、最後に、じゃあ中国の経済は今後とも持続的に成長していくのかということを私なりにです、ね、中国の政策を、えーまあ、専門に見てきた私として、最後語りたいなと、そこまで語った上で、その時思うことを語りたいという と同時にあのまたちょっとあの予定になりますけれどもあの一応ですねあの皆様からのご質問というかそれもあの受け付けたいというふうに思いますので私も。あの 残りの5分とか10分を使ってですね、YouTube の欄を見ながら、あこの質問はには答えるべきだなとか、あのあこ,のこ,のこういった分野、皆さん関心があるなとあのいうような場合には、ですねあのそこにお答えしたいと思います。もしかしたら何も質問がなくて、ですね、まあ、加藤のプレゼンなんてのはつまらんということになるかもしれないですけれども、その時はその時で、また私の思うところをお話したいというふうに思います。はい、お付き合いください。あと50分ぐらいですね。はいえっと 2022年の経済政策ということなんですけれども、まずですね、2021年の中国の経済情勢というものを私なりに振り返ると、あのいろんな側面があったと思います、おそらく多くの方は、昨年はとにかくいろんな分野で規制が強化されたと、IT とか不動産とか教育とかオンラインゲームとか芸能界とか、いろんな分野でこの規制が強化されたと。 例えば、オンラインゲームで言えば、若い未成年の人たちは、金曜日から週末にかけての1日1時間しかオンラインゲームやっちゃいけませんよとか、ですねこれ、当然ゲーム業界にとっては大打撃,大打撃ですよね。あるいはその教育の分野で言えば、義務教育段階における学習塾を非営利化しますと。まあ、これなんかもう大打撃ですよね。あるいは IT 関係で言えば、独占禁止法。 がこれまで以上に強く行使をされたり、ですねあるいはその、まあ、IT 企業に対してサイバーセキュリティのこの審査が入ったり、まあ、いろんなこう規制が強化されてきたわけですよね。でこれなんかは私から見ると、ですね、まあ、多くの、特にその機関投資家を中心に、中国経済大丈夫なのかと、当然、規制を強化するということは、この経済の成長、企業の成長にとっては、あのまあ、ネガティブな部分というのが出てくるわけですよね。ここんんなに規制するだだったらこれはもうダメだと 特にその教育なんかをいうとです、ね、その義務教育、まあ中学校、小学校、中学校ですよね、この義務教育、まあ、9年間ですよ、ここの学習塾のを運営してきた会社とかこの組織を非営利化するというふうになればです、ね、当然、この中国の教育業界大丈夫なのかとか、まあ、そういった声が上がるのも当然だというふうに私は思うんですよね。あのまあ、そういった中で,です、ね、私なんかはその特に若干造語で規制ラッシュ。 あの,あの,あの,あの家に帰る規制じゃなくて、規制するの規制ですね、規制ラッシュが昨年1年間で巻き起こったというふうにあのいろんなあの表現をしてきました、ただこれはですね私から見ると、その習近平政権の一、まあ、つの特徴だと思うんですね、つまりそのこれまでは、まあ、この後もそも話をしますけれども、これまではやはりその止める人間から飛んでいけと、勝てる人間から勝っていけと、要はそのセンプロ論といって、ですねあの止める人間から飛んでいけなさいと。 止める地域から飛んでいってくださいと、中国というのは大きい国だから14、13億、14億もいる国だから、みんなで一緒に豊かになるなんてのは無理だと、非現実的だと、それよりも能力を持った人間、豊かになりたい人間。 お金持ちになって成り,がり成り上がりたい人間の意欲を尊重してどん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 やっていってくれと。まあ、ルールとか秩序とか法律とかいろいろあるけれども、まずは豊かになることありきで突っ走ってくれと。まあ、そういうことをですね、1970年代後半以降、鄧小平さんっていうことの方の旋風論、また、あ、改革開放ですね。その中でそのアメリカとか日本 との関係は安定的にまあ低姿勢で,ですね維持をして、日本さん、ODA ありがとうと、日本の ODA 無償無償借款、優償の借款のおかげで、中国のインフラが整いましたと、当然インフラが整えば多くの企業がまあ投資をしたくなると、それにまあ依拠してまあ40年ぐらいですね、改革開放発,発展してきたということだと思うんですけれども、今となったらもうそうではないと。これまでのようにこの格差を容認して弱者と強者の このギャップが広がっていって、止める人間はますます飛んでいく、貧しい人間は貧しいままであると、まあ、こういった状況ではよろしくないと、これは中国経済にとっても長期的にはよろしくない、その先ほど申し上げたように中央共産党というのは民主的に選ばれてないですから、結果を出さなければいけない、しかも特に中央共産党というのは無産階級の党と言ってますからね。つまりその その無産階級ですから、つまりまあ彼らはその効能という言い方をしますけれども、要は農業従事者だったりとか、工場労働者だったり、まあ、こういうまあ一般的に言うところの低所得者層みたいな、あ,のあまりこういうこと言うと、ですね私は決してその農業は、最近、中国でも農業でお金持ちになっている人ともたくさんいるので、当然、定義は変わってきてますけれども、まあ、これ昔でいうところの低所得者層、そこに寄り添う政治をやる。 そまあ、当時毛沢東はその農村が都市を包囲するなんていうことを言いましたけれども、やはりその農村というかです、ね、その貧しい地域、方々の中にこそ、中国共産党というのは政権を取った基盤が当時からあったわけですよね。 ただそ,れそういった人たちが貧しいままではいけないということであの今ではですねこの共同富裕というあの新しいその私はこれ、一言で言えば経済の底上げだという,ふうに思っているんですけれども新しいその政策スローガンを提起したというのが、まあ、もちろん今になって始まった話じゃないんですけれども特に昨年本格的、大々的にこの提唱されたということだというふうに思います。でですから去年の1年ののいうのは一言で言えば その改革の年だったと思うんですよね私はその中国経済っていうのを見るときに結もう究極的には2つだと思うんです。1つは成長、1つは改革。成長しなければ雇用が担保されない。雇用が担保されなければ人々は飢えていく。当然人々は共産党に不満を持って お前らどっか行けというふうにやってね、政権転覆とかに動くわけですね。それではいけない。だから成長は絶対に必要だと。ただ、成長ありきでいって、改革をしていかなければ、例えばその格差の是正とか、規制緩和とか、あるいはですね、そのルールの再構築とか、こういった改革をしていかなければ、富の再分配の問題もあると、成長だけじゃなくて分配の問題もあるということもやっていかなければ、そのための税制改革であったりとか、 やっていかなければ、この巨大な船、巨大な経済というのは安定的に、長期的に、健全に運行していかないと。だからこそ、改革と成長というこの2つを、この両輪をですね同時に回していく必要があると。ただ、習近平さんって人間ですから、当然ですね、きれいに5050 50で同時に回すことなんてできないわけですよね。あとは情勢も異なりますから、世界情勢、コロナがあるかないか。 全然違いますよね。だその時々によって情勢が違うわけなので、当然ですね、場合によってケースバイケースで、今年は改革重視、来年は成長重視、あるいはそのミックスの仕方がどうのこうのっていう話になってくるわけですけれども、その観点から申し上げると、昨年の2021年というのは、私は改革の年だったと思っています。一つのの理由というのは 私が思うにあのこれ私二つ、私、つ理由2つあると思うんですけれども、1つは、昨年2021年というのはあの、よくも悪くもですねコロナ禍からの V 字回復というのが、まあ、かなりの確率で見込めた年だったと思うんですね。つまり、その、高成長率という、まあまあ、数字だけがすべてじゃないですけれども、高成長率というのをある程度容易に実現できるというふうに考えた年だったと思うんですね。実際に皆さん、昨年の3月、李克強、えー、国民総理、 が発表した2021年度の経済成長の目標というのは6.0%前後だったわけですね。6.0%前後。それがふたを開けてみたら直近かなり低迷していると言われているにもかかわらず、全体で8.1%です。目標設定よりも2.1%も高かったわけですね。これが何を意味するか、つまりそのかなり余裕があったわけですよ。成長率の達成という観点からすれば。でも皆さん考えてみたら分かりますけれども、成長の 確率成長していく余地が非常にない厳しい時に改革をやるのと、このお金に余裕がある時成長に余裕がある時に改革をやるのどっちが楽ですかって言ったら間違いなく後者ですよね。だからこそ昨年と1年はまあ改革寄りの年だったと。まあ、改革といえばまあ聞こえいいですけれども、まさにこう規制、まあ、日本のメディアとかでも言われるその規制強化っていうのもまあ言ってることは一緒ですよね。新しいルールーを作って止める人間がこのの一種のこの 富の再分配というサークルの中で、飛んできた人間が、富んでいない人間に、この財を、富を還元する、再分配するようなルールであったり、仕組みを作る、当然、その上場企業を含めて、ですねこのすごい勢いで成長してきた企業にとっては、ああの何て言うんですかね、このボディーブローを食らったというか、ジャブを打ち込まれたみたいな、そういう感じになるとは思うんですよね。ただそれはは中国社会全体にととっては重要であると いううことだとだ思うんですねですから昨年の1年というのは、このルールの再構築、えー、秩序の再整備というものがあらゆる政策、規制強化という名のもとで行われた、これは我々は規制強化って言いますけれども、中国の政府の人たちは規制強化なんて言わないですからね、これは彼らからすれば改革の一環であると、中国が持続可能に発展していくために必要な措置なんだというふうに言っていただ、これは一つ目の理由、もう一つの理由というのは、今年やっぱり党大会がありますよね。 党大会があるということは、まあ、全国各地のあらゆるこの官僚、まあ、中国も、ね、9500万人以上共産党員いますけれども、あらゆるか、まあ、官僚の人たち、まあ、あの中堅官僚から高級官僚、いろんな人がいますけれども、彼らはやっぱり習近平さんに忖度するわけです。悪い言い方をすれば、媚びを売るわけですよね。つまり、習近平さんというのは低所得者層、中間層に寄り添う政治を行ってきました。反腐敗闘争とかもそうですね、行ってきましたと。ということは、 教育を担当している省庁、IT を担当している省庁、産業を担当している省庁、あらゆる省庁は、当然ですね、習近平さんが求めることをやろうとするわけです。しかも今年党大会ですから。なおさらやっぱり党大会ということは、やっぱり人事とかにも影響してくるわけですよね。ということを考えると、まさにですね、その教育の,あの、えー、学習塾の非営利化とか、オンラインとかあの、ゲームとか、こういったことも含めて、やっぱりその、 これまで勝ってきた人たち、これまでお金を稼いでいって、多くの,その豊かさとか幸福みたいなものを得てきた人たちではなくて、それが達成しえなかった人たちに寄り添うような政策をやってきたわけですよね。ですから、それがまあ2021年という年だったというふうにあの私は思っています。じゃあ、今年はどうなのかって考えたときに、今年は私はも,もう明言しますけれども、今年は成長の年ですね。今年は成長の年。 一つの根拠というのは、もうコロナ禍からの V 字回復というのは終わった。 やはりその成長重視、持ってば成長ありきでいかなければこの景気を支えていけないという年になる、あとはその党大会ですね、党大会があるということは政治の安定が求められる、政治の安定のためには経済の安定的な成長が不可欠であるということを考えると、とにかく成長ありきでやっていくというのは今年ですね、これは私もですねあの中国の党とか政府のですねあの経済官僚であったりとか、えー、彼らのブレーンとか、そういった方の話をしていても、ですね今年はとにかく成長だと。 経済を成長させる、そのためのマクロ政策を打っていくと。打つべき政策を打って、打つべきでない政策を打たないというふうに、えー、彼らは言っているということだと思いますね。ということを考えたときに、 あのいくつかちょっとケーススタディで見ていきたいんですけれども、非常に重要な会議がですね、昨年の12月に行われる、これ、毎年1年、師月に行われる経済会議なんですけれども、中央経済工作会議という非常に重要な会議がえ行われました。で、ここでですね、まさに2021年の経済情勢というものを総括をして、2022年度翌年の経済政策というものをこう策定するわけですよね。で、ここでまあ何があの語られたかということが、おそらくですね、来月3月に全人代で、 発表される今年の経済政策に直接つながってくるというのが私の理解です。そこでですね、えっとまあ、現状中国経済ポジティブな面とネガティブな面で両方言ってるんですよね。ちょっとこれレビューしていきたいんですけれども、まずですね、あのこういうことを言ってます、えー。中国の経済成長と新型コロナの抑制は世界トップだと世界をリードしているというふうに言ってる。次に国 国家,の国家戦略としての科学技術力が加速的に強化されていると3つ目として産業チェーンサプライチェーンの強靭性というのが向上していると。 改革開放が深い次元で推進されていると。国民生活の保障が有力になっていると。あとはその環境、生態文明が持続的に推進されていると。まあ中国の用語なんでなかなかわかりにくいのもありますけれども、まあこういったことは言われているわけですね。まあ確かにその中国、まあ他の多くの国と比べて、そのコロナの抑制と経済の振興ということを考えた場合には、まあ あのそれなりにあのグッドなパフォーマンスをしているのかもしれないですね、まあ、あとは科学技術とか、ですね最近アメリカともすごい競り合ったりしてますけれども、まあ、こういった分野もやってるということを言ってるんですけれども、一方で、三0圧力、3つ重なる圧力というのもこうあらわにしたわけですね、それは何かというと、1つは需要の収縮。 需要がシュリンクしていると、輸出、消費、投資、まあ、経済成長を促す、まあいろんな分野があると思うんですけれども、景気の下振れ圧力が見られると、もう一つは供給が制約を受けていると、まあ、特にですね、ま、の昨今で言えば、ですねこうエネルギー高、資源高、えー、原材料高などにも代表されますけれども、この会議は、ですね、えー、景気の安定のために必要な石炭、電力、半導体、原材料、労働力が足りないと。 いうふうに認めていると、当然こういったものが足りなくなってくれば、ですね経済成長に影響が出るというふうに言っていると、最後に成長への期待値が低下していると、まあ、これなんか、先ほど申し上げたように、ですね IMF なんかも、当初は2022年の中国経済、まあ、5.1%。 予測していましたけれども、実際現状4.8%に下方修正していましたと、これも要は期待値が下がっているということですね。まあ、こういった3つの三重圧力に見舞われているというふうに言っていますで。そんな中で2022年やらなければいけないのはとにかく安定重視、安定が何よりも優先,優先されるというふうに言っています。まあ、その中でですね あの非常に私があのこれはすごい言葉だなというふうに思ったのは、すね、あの菅文秀さんというです、ね、あの中央財系委員会というところの副首に時間級の幹部ですけれども、彼がこの中央経済会議が終わった直後に、まあ、解説という名のもとで発していた言葉が非常に私は印象深かったんですけれども、こんなふうに言ってました、えー、各地域、各省庁はマクロ経済を安定させるための責任を負わなければいけないと、えー、これは経済問題であると同時に政治問題であると。 え各方面は経済,経済の安定に有利に働く政策を積極的に打ち出し、収縮作用のある政策の打ち出しには慎重になることって言ってるんです。これ、なかなかあの聞き慣れない言葉ですよ。私も中国の政策をずっと見てきた人間ですけれども、収縮作用のある政策を打つことには慎重になれって言ってるわけです。これも 中央の時間級幹部が言ってることですからね、公に。これは極めて重要なメッセージです。じゃあ、何をもって収縮作用のある政策かって考えると、まさに市場の期待値を下げるような政策であり、企業の収益を圧迫するような政策であり、このイケイケの起業家、スタートアップの人たちを意気承知にさせるような政策であると。まさに昨年度、あらゆる分野で起こった規制ラッシュですよね。規制ラッシュ、間違いなく収縮作用ありますよ、これ。 ということを考えると、私もこれ、よくいろんな機関投資家の方の話をするんですけれども、加藤さんと、今年も規制ラッシュですかと、まあ、彼ら規制ラッシュと言わないで、今年も規制強化ですかと、もう中国市場だめなんですかねと、あのー、中国株なんてだめですかねとか、まあ、いろんなことを言い聞かれるわけですけれども、もちろんそれがだめかどうかを判断するのは私じゃないですけれども、私が一つ申し上げているのは、昨年度が規制強化に代表される改革の年だとすれば、今年はまさにこの、 成長を促すためにありとあらゆるマクロ政策が打たれる年であるとというふうにこのこういった政策的なところから考えると昨年度のようなあらゆる分野で頻繁に出されたこの規制というのは今年はまあ和らぐんじゃないかなと。 これまで少なくともこれまで以上に慎重に出してくるんじゃないかなというふうには私は思っています。まあそれが、ですから今年の,あの政策としてまさにですね、あの金融政策、実際にですね、昨先月、12月、1月とですね、この政策金利、実質の政策金利も下げられています。まあ、あのこれなんかまあまあ一種の金融緩和の一つですけれども、やっぱりそのこういった金融政策をもって市場を 景気を支えていこうと。まあ、こういった政策的な意思の表れですし、まあ、それ以上にですね、今年はもう財政出動をやるっていうふうに言っているわけですよね。今回の会議でもこういうふうに言ってます。えー、財政出動の強度を保障し、出動のスピードを加速させるって言ってるわけですね。と同時に、適度かつ先行的にインフラ投資を展開するって言ってるわけです、まああの。インフラ投資、財政出動というとですね、やっぱりそのリーマンショックの後の4兆元。 のトラウマってあると思うんですねあれによってこのシャドーバンキングの問題とか過剰生産能力の問題とか、まあ、いろんなものが要はそのミスマッチであのもちろんそれによってその景気は支えられたかもしれないけれども多くの後遺症を残したっていうこれもう10年以上前のトラウマだと思うんですけれども今回に関してはまあこの会議も言っているようにですねその中央政府と地方政府がしっかりとこのコーディネーションをしてこの金融緩和はただ金をばらまくだけじゃないんだと。 財政指導もただ金をばらまくだけじゃないんだと、これをもって実体経済が安定して、特に中小企業、民間企業の収益を支えるような形で、これらのお金が使われなければいけないと、まあ、そういうことも言っていますよね。ですから、あ今年はとにかくですねこういった特に金融政策と、まあ、彼らの言うところの穏健な金融政策と積極的な財政政策というものをもって、 景気を支えていきますよということとを言っているとこれなんかから見てもですね2022年という年中国の経済というのは成長ありきなんだろうなというふうに思ってますでこういったことをですね私が見る限りこの習近平さんなんかも、まあ、あの早速あの 先月ですね、こうダボス会議で習近平さんが出て、ですべ、ね、ての、これダボスといってもダボスアジェンダという準備会合、オンラインの会合だったんですけれども、まあ、日本の岸田総理とか、インドのモディ首相なんかも発言されましたけれども、まあすべての世界のリーダーに先んじて、まあ、トップバッターでこう発言をしていましたよね。まあ 彼彼は彼で,です、ね、あの世界経済も分からないと、あの特にアメリカとか,カとかではです、ね、このインフレリスクも強まっていると、まあ、特にそのアメリカの FRB による利上げですよね、利上げがどのタイミングで来るのか、中国として非常に警戒していると、この利上げのタイミングであったり、スケールがこう大きすぎれば、接続すぎれば当然、中国を含めたこの新興国の経済というのは大きな影響を受けると、これは極めてリスクだということも言っていると。 ま、あの、依然として強靭であると。ファンダメンタルズ。まあ、基礎性というものは非常にこう、強固であると。 あの安定的に成長していくだけのものを持っていると、同時と同時にこの市場開放していきますと、彼はその制度型の開放という言葉を使いましたけれども、これまで以上に外資、外国の投資家、外国の企業が中国の,この経済成長から恩恵を受けられるような形で改革開放を進めていきますと、まあ、言うはやすしだと思うんですけれども、まあ、こういったことをまあ言っているわけですよね。ですから、中国としては、えー、まあ習近平さんね、特に今年党大会もあるので、何としてもまあ私の見方ではまあ5%以上の 成長は実現をして、その中でこの昨年のようにですね、この中国経済大丈夫なのかと規制ばっかやってるじゃないかとそういうふうに思われないようなあの政策をま打ち出していくんだろうなというふうに思います。で、その中で私がやっぱり分野として注目しているのはやっぱり不動産ですね。やはり中国の方というのは不動産というまあ不動産まあ住宅 え住居、家、まあ、いろんな言い方があると思うんですけれどもやっぱり特別なこう意味合いを,意味合いをこう見い出してるわけですよね。あのー、なんていうのかなこう、まあ、日本で言えばですね、あのー、まあ30代とかでこう一戸建て、あのー、一軒家を買って、まあ、余生はこうローンの返済で過ごすみたいなそういったあの例もあるんでしょうけれども、まあ、中国ではですねもうそもそも家を持ってないと結婚もできないとか。 あるいはその家を持っていることがこの社会で生きていくステータス、メンツになるとか、まあ、要は,です、ね、やはり不動産ってそもそも一番必要で有力な投資案件なわけですよね、株式市場なんかと比べても。ですから、やっぱりそ,のそ,もそもそも不動産の業界というのは、 まあ加熱化しやすいわけです、ね、で私はあのよくですね、その中国の当局がその経済分野で一番警戒していることは何かっていうと、究極的には私は不動産バブルだと思ってます。やっぱり不動産バブルというのは、まあ、もちろんこれ、日本の不動産バブルのね、あのバブルの崩壊っていうのをこう、まあ、あの教訓にしているっていうのもあると思うんですけれども、やっぱりそれ以上に中国において不動産っていうのは、そもそもこの人々の国民性、生き様的に、あ,あらゆるマネーがこう集まりやすい。 バブル化しやすい分野だと。当然、バブル、まあ、私もこの専門家じゃないんでわかんないですけれども、バブルっていうのは形成されなければ崩壊しないですよね。でやっぱりその崩壊を防ぐためには、まずやっぱりそこを作らないっていう、だからこそ不動産の分野であらゆるその、まあえー、政策を打ってるわけですね。アクセルを踏んだり、ブレーキを踏んだりしてるわけで、しかもこれは別に全国統一的な政策がなくてですね、まあ、北京、上海、えー、関東、まあ、あの四川。 いろんな地域がありますけれども地域によって不動産価格が異なりますし当然その例えばその2軒目以降は買っちゃいけませんよここに戸籍を持っている人じゃないと買えませんよとかあるいはこのまあ不動産価格がまあかなりまるまる抑えられていてかつ経済を こう促していきたいというところは一切あの規制をかけないとかまあ地域によって違うわけですよね。やはりそのよく中国にはその具体的な問題を具体的に分析せよという言葉がありますけれどもまあそういうふうに実際にやっているということだと思います。という観点からすると昨年やはり不動産業界というのはですねまあ一定のこう打撃が見られたわけですよね。皆さんん不不動動産産とといいうう業業界界がが今ちょっと私手元に資料を持ってきたんですけれども不動産というこの業界が 中国の国内総生産、GDP 全体に占める割合というのは、まあ、25%から30%くらいあると言われています。で、逆にアメリカなんかはまあ15%くらいなわけですよね。 という,ふうに考えるやっぱり不動産業界っていうのは中国としてはまあ昨年度は恒大集団エバーグランデっていうねあのまあ大きな企業、民間の不動産企業、最近は電気自動車とかもやってますけれども、あ,あとそのサッカーチーム持ったり、講守に持ったりしてましたけれども、やっぱりここがまあ巨額の負債を掲げて、一部デフォルトになったというふうに言われるなど、ですねまあ今、政府の指導の下でいろいろ債務再建再編計画、資産の売却。 いろんなことやってますけれども、あの不動産業界に激沈が走った1年だったという風うに思います。まあ、一方でこの業界というのは、まあ gdp の3割占めるわけですよね。この3割がなくなったら、まあ現実的になくなるなんてことはありえないですけれども、なくなったら当然多くの人間が路頭に迷うということで言ってみればですね。中国経済の市中産業なわけですね。ですから、ここをやはり潰すっていうことは、私は考えられないというふうには思っている。一方で。 あの昨年なんかはですねこの不動産税、まあ、日本でいうところの固定資産税ですねの試験的導入が、まあ、あの新たに発表されて、まあ、これからですね一部都市で5年間の試験期間を経て、まあ、その後の状況次第によってはその固定資産税というものが中国でも導入される、まあ、これまではそれ導入されてなかったわけですね。 でまあ、我々日本人からすればえ固定資産税ないのっていうことなんかもしれないですけれども中国はやっぱりこれまではです、ね、やっぱりその不動産を持って経済を成長させたいと思ったときに当然、不動固定資産税なんてない方がいいわけですよ。当然あったらこの あの買いしぶりますよね当然ない方がよっしゃってなりますから、あとはやっぱりその、まあ、業界というかですね、既得権の人たちがやっぱり当然そんなの固定資産税なんて導入されたら、この不動産の業界、会社として大きな打撃だと、まあ、そういったいろんなロビーイング的な圧力もあったというふうに思うんですけれども、まあ、こういった導入もあったと。でこれなんかも、まああの、先ほど私が申し上げた、そもそもこの不動産のバブルっていうのを懸念してるっていうのもありますし、あとは格差の是正ですよね。やっぱりその固定資産税を設けることによって その格差の是正というものを促していきたいということだというふうにも思いますそういった中でですねあのじゃあ、今年不動産市場どうなるのかと昨年度はそのなんだ不動産業界へのいろんな規制が強化されたと、まあ、特に顕著だったのがですねその金融機関,この,金融機関の,この不動産を提供する企業あるいはその不動産を買う人 に対する、まあ、あのバイヤーと、えー、サプライヤーですね、両方に対するその規制というのは強化されたわけですね。つまりその、やっぱりその多くの人というのは、当然、銀行、金融機関からお金を借りて、会社を回したり。 この家を買ったりするわけですけれども、ここに対する規制というのが強化されたわけですよね、で実際にまあそれがこう如実に出ているこうデータというのがあるんですけれども、これ、非常に重要なデータで、おそらく日本のメディアにもほとんど出てないので、ここでちょっと紹介したいんですけれども、1月の30日、まあ、数日前ですね、に中国の中央銀行、人民銀行が、えっとですね、2021年度末の金融機関の融資残高というものを発表しました。 これによるとです、ねあの、その融資残高というのは、2021年、昨年末の段階で、全体で193兆元あると、1元18円です、193兆元あると、で、前年度比で,で11.6%増えましたと言ってますね。一方で、不動産業界というのを見てみると、52兆元。 52兆元、これ全体の27%を占めるということですね。ただ、伸び率というのが7.9%、全体として11.6%も伸びているのに、不動産業界は7.9%しか伸びていない、しかもその伸び率というものが2020年の末と比べたときに3.7%下がってますというふうに言ってるわけですね。で、これなんかを見てもですね、やっぱりその他の分野、 まあ工業とかサービス業とか、最近中国が重視しているデジタルとかグリーンとかまあいろんな分野ありますけれども、こういったところと比べて不動産業界の伸びがあからさまに低いということがこのデータから見て取れると。一方でまあ27%は不動産業界なわけですよね。 まあこれなんかはまさにあの、これはまあ,あくまでもその金融機関の融資残高ですけれども、この27%というのは、私から見るとです、ね、この GDP 全体に占める不動産業界の割合に近いものがあるのかなというのは私は見ているわけですけれども、ただこれを私があの中国の政府当局の方とか、えー、国有銀行の方とか、そういった方の話をしている限りだと、やっぱり30%ぐらいまでは上げたいと言ってるわけですね。なぜか やっぱり不動産業界っていうのは経済成長にとっては極めて重要なんだということだというふうに思います。ですから先ほど私からご紹介申し上げたこの不動産業界の状況を見てもですね、これから昨年度に比べれば少なくともですね、この融資の幅も含めて。 あの融資における規制も含めてこの緩和していきますということだというふうに私は思います、まあ、そういった中でですねこの投資であったり消費というものを促す、まあ、昨年の第4四半期、まあ、第4四半期は4.0%成長ということで非常に落ち込んだわけですけれども、まあ、皮肉にもですね外需は好調,好調だったわけですよ、貿易は。 ただ一方でその、ね、私が皮肉と申し上げたのはその中国という国はです、ね、もうこれまでやっぱり外需頼みだったと輸出頼みだったとこれから輸出ではなくてこの消費、まあ、投資は投資でやっていくんでしょうけれども、まあ投資まあえー、持続可能な投資あるいはその消費内需というところで あの経済を牽引していきたいと、まあ、そういったことをまあ言って久しいわけですね、ですから当然、ですね今年というのはまあ投資であったり消費を促すような政策をどんどん打っていくんだろうなというふうに思います。ま,あ、あのまとめると、です、ねまあ今年という2022年の中国経済というのは、まあ、昨年度の改革重視から改革変調から成長重視というふうにこう舵を切る、まあ、大きな転換を切るというふうに思いますし、それがですねその中央経済会議にも習近平さんのダボスの発言にも表れていると。 まあこういった不動産業界に関するこのデータにも表れているということだと思いますし、まあ、何年より今年党大会があると、政治の季節ということがあるので、なん昨年以上に成長が難しい年ですから、にもかかわらず、まあ、言い方悪いですけども、改革なんかやってる場合じゃないと、やはりもうせまずは成長のために、あらゆる政策を打っていくんだと、打たなくてもいい政策を打たないんだと、まあ、そういうことをですねこの私みたいなこう素人から見ても、そういうふうに見える。 私がこう普段取材をしているもう中国経済、まあ、中国におけるこのもう政府にこう提言をするようなです、ね、この経済学者だったり専門家なんかに聞いてもまあそういう声がほとんどです。ということを考えると、今年のの2022年の中国経済政策というのはとにかく成長ありき、重視していくんだろうなと、これはまあ私から見たらです、ね、あの皆さん、あの先ほどの私の長々とした話を聞いてきてだから何なんだと思っている方は多いと思うんですけれども、だから何だというのがあるんですね。やはりその 株式投資、債券投資、あるいはその中国経済が海外、日本とかアメリカ、欧米に与えるまあ経済的な影響、心理的な影響も含めて、昨年に比べてはポジティブになるなというふうに私は思ってますもちろん、その成長ありきでこうぶっぱなして改革が全く進まないとかいうことによって、今後に歪みが生まれるっていう、こういうリスクはあるわけですけれども、ここはまああの、ね、あの政策のことを非常にこうよく分かっていて。 どのボールにはどの,どの球にはどのか球を返すかということを非常にこうあの歴史的に積み上げてきた中国の当局ですから、まあ、その辺はなかなかそれなりにうまくやっていくんだろうなと、まあ、私は個人的に注目しているのはやっぱりゼロコロナですよね。 このゼロコロナ策を続けることによって、しかもオミクロンですよね、オミクロン、私も医療の専門家じゃないので分かんないですけれども、まあ、一般的に言えばオミクロン株というのは、感染力は強いけれども、重症化リスクは低いという,うに言われている中で、それでもこのゼロコロナ策、つまり1人でもあの感染者が出れば、まあ、1人ではないですけど、50人以上ですね、まあ、中国で50人以上の感染者が出た地域を中リスクという地域に設定してますけれども、あの50人以下ですね、0人から50人。 中リスク50人から100人というのは高リスクって言ってるわけですけれども、仮にそのもう中リスクになったら、これもロックダウンの,の状況に入っていくわけですよね、ただ、そのオミクロンにかかった方が50万、私もさっきあの日本のニュースを見ていて、なんかもう,もう10万人以上ですよね、日本なんていうのはね、じゃあこれが、じゃあ今、中国、過去1週間を見ても100人以下なんですよ、感染者が100人以下、もちろんこのデータの信憑性を置いておきましょう、100人以下なんですね、これでもロックダウンとかするわけですよ。 これがじゃあ果たして正しい政策なのかと、これあの、比較できないかもしれないですけれども、風邪ひくなとか、このインフルエンザにかかるなって言ってるような、ある意味、もんですよねもちろんコロナウイルスと一般的な風邪は違う、これは当然だと思うんですけれども、オミクロン株というですね、まあ、比較的重症化リスクの低い、あのこういったウイルスが。 う蔓延していく中でそれが10人とか20人出て、それをこうロックダウンすれば、ですね当然経済の影響は計り知れないわけですよね、当然サプライチェーンの問題、国民の消費の問題、そういったところにも影響があるわけなので、私の個人的な見方は、特に北京オリンピックが終わったあたりから、中国がこれまでやってきたゼロコロナと、多くの、日本を含めた多くの国で敷かれてきたま一種のウィズコロナですよね。 まあまあ、この日本をウィズコロナというこの意見にもいろんな意見があるというふうに思うんですけれども、多くの方は、ね、不満を持ってますから、今のまんウとかも必要ないんじゃないかという意見はたくさんあるというふうに思うんですけれども、あの私が思うには、中国はこれから北京のオリンピックの後にこ、これまでやってきたゼロコロナと一般的に言われるウィズコロナの間ぐらいのところを模索して、コロナの抑制と、まあ、水際対策もやりながら、経済成長も促していくような 感染症対策に若干舵を切っていくんじゃないかなっていうふうに私は見てます。はい。えっとですね、ここからは最後のパートとしてあの2049年に向けてっていうことをあの申し上げていきたいんですけれども、ちょっとここでちょっと一旦あの質問が来てるかどうかあ結構来てますね。すみません、来てないと思ったら結構来てますね。あのはい。 てるんですけれどもちょっとあの私が申し上げたいことからあの,あの終わらせちゃいますね。えー、2049年に向けてということですけれども、私はこの今年2022年、あの習近平さんがあの再選というかですねあの続投する可能性というのは高いと思ってます。つまり、習近平さんが2022年を超えて、ですね2027年、2032年というふうにですね、 あのも,もしかしたらどっかのタイミングで、ならかの養殖からは退くかもしれないけれども、今、習近平さんが敷いているこの習近平体制という、これは誰がどういう要職に就こうとも、今後ですね、2035、49年に向かって、続いていくんだろうなと、その可能性が高いんだろうなというふうに思ってるんですよね。 でその観点からすると、いくつか挙げたいんですけれども、一つはその共同富裕ってやつですね。この共同富裕というのは、当然ですね、多くの,あの専門家、ウォッチャーの方々も、いや、これはもう成長を削ぐものだというような見方ありますよね。これはもう全然あの、社会主義じゃないかと、こう市場経済じゃないと、ただ皆さん、そもそも中国って社会主義国ですよね。 で私のこれ整理によればですね、まあ中国には建国以降ですね、まあ若干こう専門的な話なんですけど、毛沢東、鄧小平、習近平という三つの時代しかないわけです。その江沢民、胡錦涛というのは、鄧小平時代にくっついてますから、毛沢東、鄧小平、習近平というこの三つの時代があるとしましょう。主に毛沢東は1949年から1976年、まあ76年に亡くなってますからね。で、その後、まあ鄧小平時代というのが実、実、ま、質、あ、2009 12年これ習近平さんがトップになった年ですね、まあ、あるいは2012年あるいは習近平さんの第二次政権が始まる2017年ぐらいまで続いていったって理解以来ですねでその後過去の5年間がもう出来とした習近平時代という理解が私の理解なんですけれどもこの3つの時代においてこの社会主義と 市場経済、まあ、資本主義って言ってもいいです。これが占める割合どんだけ、どんだけあったかって考えると、これ分かりやすいんですけど、毛沢東はの時代っていうのは、社会主義10、市場経済ゼロですよ。これもソ連モデルでソ連のモデルですから、レーニンのモデルですね、これ。もうそこに市場経済なんてものはなかった。だから当然、日本とかから見ても付き合いにくかったわけですね。計画経済ですから。鄧小平の時代になると、社会主義が3、市場主経済が7。これはもう外との関係を使って、 外資をどんどん誘致して、経済をとにかく成長させなければいけない、国を開かなければ、じゃなきゃ終わってしまうと。だから市場経済というの7、社会主義3、これが習近平時代になると5-5にまた戻るわけです、5-5に。で、そもそもソ連モデルって中国のモデルじゃないですよね。で、この3対7というのも、これもかなりこう西側、資本主義国に近いモデルです、これは。まあ、これを西側モデルと言いましょう、あえて。 で、今の習近平時代っていうのは、中国モデルです。私が何を言いたいかというと、習近平の時代っていうのは、初めて建国以降、ある意味初めて中国的に成長してるわけです、これ。毛沢東の時はソ連、東小平の時は西側、これはどれも中国的じゃなかったわけです。ですから、我々が今見てる中国っていうのは、まさに中国なんです。ソ連でもなければ、その、日本を含めた西側資本主義国に絶望を抱かせる、 ソ連モデルでもなければ、我々に必要以上の幻想を抱かせる西側モデルでもなければ、我々に期待も不安も懸念も欲望もいろんな感情を同時に抱かせる中国モデルっていうのが習近平時代です。これがこれから続いていくってことです。こういうふうに整理すると私は非常に分かりやすいと思います。というふうに考えると共同富裕っていうのはそれを象徴しているわけですね。 これまでの小平時代の旋風論ではなくて、これから、まさに私の理解では共同富裕が対象にする人口というのは13億いるわけですよ。というのは、これは私の理解ではなくて、中国当局の発表ですけれども、中国には年収日本円で年収20万円以下で暮らしている人が6億人います。6億人。と同時に、これ低所得者層ですね。と同時に中間層が4億いるって言ってます。 この4億というのは、まあ、中国の定義では若干広いんですけれど日本円でいうと、年収100万円から800万円で暮らす人が4億いると言ってます。これだけでもう10億ですよね。で20、年収20万円と100万円の間に、私の理解だと3億人います。これらがまさに共同富裕が対象にする低所得者層と中間層です。共同富裕というのは、一言で言えば弱者を救済、中間層支援。 格差是正この3つですから。ということを考えると、このまさにこれまで勝ち組だったまあジャック・マーさんとかね、ああいった方を一部の人間、1000万とか2000万の人間にどん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 飛んでもらうよりもこの13億人を富の再分配、共同富裕を通じて、この13億人をちょっとずつ、ちょっとでも豊かにしていく方が、パイはでかくなりますねと。 これはまああの日本のね、岸田総理なんかも言ってますけれども、成長と分配であると、まずは成長によってパイを大きくして、それからいかに分配していくかっていう、これだというふうに考えると、やはり中国のこの共同富裕っていうのは非常にこう野心的な戦略だと私は思いますね。13億人を大きくしていくって言ってるわけですから、それはそうですよ。1000万の人間が年収を2倍にするよりも、この13億人が、 何,何倍じゃなくても、ちょっとずつでも増えていく方が、当然 GDP として大きくなりますからね。そう,そう,いう,ことそうすることによって、初めてアメリカ、ライバルアメリカを GDP で超えることができる。初めてそのあの中間所得の罠に引っかかる、今、中国っていうのは大体、もうあれですね、一人当たりの GDP が1万ドルを超えたぐらいですけれども、これを2035年には2万ドルにするって言ってるわけです。15年間で倍にするって言ってるわけですから、そのためにはこれまでの政策じゃダメだと。 ということを言ってるのの習近平さんの政策ですねただ、これはやっぱりリスクもある。これまでは旋風論ということで、一部の人間に豊かになってもらうこれはある意味簡単だったわけです。ただ、これからその富の分配、再分配を通じて、こういう人たちを豊かにしていかなければいけないというのは、これは習近平さんにとっても試練であり、未つだと思います。ただ、習近平さん同時に、中国が経済体として GDP を大きくしていく。 一人当たりの GDP を増やしていくためには、アメリカを抜くことによって世界の大国になって、その中で台湾問題を解決するためには、もうこれしかないんだっていうふうに思ってるっていうのも私の理解です。まあ、もちろんその中でですね 当然、台湾リスクも、私は2022年は台,台湾侵攻はないと思っています。党大会もあるので、こ今年はない,ないでしょう。あ,のまあ今年だけじゃなくてです、ね、来年以降もです、ね、やはりその台湾との関係、まあ、そこにこう武力を行使するということに対してはです、ね、非常に慎重に慎重を重ねるというふうに私は思っています。けれども、まああの、いつの日にかそれは何らかの形で達成したいんでしょうし、習近平さんとしては可能な限り武力を使わずに。 平和的に達成したいというふうに思っているというふうに私は思います。まあ、米中関係も注目されますね。まあ、今年はですね、中国では党大会、まあ、アメリカでも中間選挙がある、く、まあ、しくも両方とも秋、まあ、11月頃にあるということで、まあ、お互いこう、 あの、もちろん選挙なんでね、あの、中国を罵ったり、アメリカを罵ることによって、せ、き、基盤が上がるっていうのはあるかもしれないですけれども、ただ大きく見れば、両国ともにやっぱりその内政で忙しいですから。あまりこう、米中関係っていうのは、昨年ほど私は悪化しないんじゃないかというふうに見てます。はい。まあ、これを知った中で、このまさにですね、習近平体制、えー、共同富裕。こう、台湾問題の解決。まあ、何をもって解決というか、別にして、これらはやはりですね、この習近平時代を象徴する政策だというふうに思うので。これを我々が。 いいとか悪いとかいうことを言うのではなくて、これが中国のまあニューノーマルというかですね、中国を取り巻くリアリティなんだということをこう念頭に置く必要があると思いますし、最後の質問、中国経済は持続的に成長していくのか、まあ分からないです。ただ私はその こ,こんなこと言うと、ですねまた、なんかお前、中国に媚びてるだろうとか言われるかもしれないんですけれども、私はその共同富裕という、仮に中国が世界一の経済的にも軍事的にも、この科学技術とか企業のブランドとか、あらゆる分野で、やっぱりその世界の強国になるということを考えるのであれば、私は共同富裕しかないと思ってます。ただ、共同、それをやることによって、そなんていうんですかね、短期的には代償であったり、ショックを伴う。 ことももああるかもしれない多くの誤解であったり偏見を生むことともあると思いますただ、長期的に見た場合には、やっぱりどう考えたって、一部の人間よりも全体的に豊かにしていく方が、まあ、逆に言えば中国がもっともっと日本っぽくなるってことですよ。もちろん日本においても格差の問題ってありますけれども、ただまあ、ねあの、世界ではですね日本こそがなんか最大の社会主義国だとか、揶揄されることもあるわけですけれども、まあ、格差の少ない、治安も良くて、環境も良くて、このそういうですね、まあ、 まあよく中国ではその鉄アレ型の社会と、えー、ラグビーボール型の社会って表現するんですけど、まあ、中国の人たちは日本の社会というのはラグビーボール型の社会だと止めるそのお,金持ちお金持ちの人もすごく貧しい人もそんなに多くなくてやっぱり真ん中が大きいってい言い方をしますけれども、まあ、中国はそういう社会を目指してるんでしょうねですからある意味中国にとっての理想郷っていうのは日本なわけですねもちろん国情も違う人口も,何も歴史も違うので単純比較はできないんですけれども 我々が失礼しましたここであの一つまああの想像したいのは中国は日本みたいなこの経済社会の構造環境問題少子高齢化への対策、まあ、日本の方が中国でも深刻ですけれどもこういったことをかなり意識してるんだなとだから私は中国という国はもちろんその政治体制の問題とか言論の抑圧とかありますけれども 彼らがこう掲げている理想郷というのはそういうところにあるのかなというふうに思いますし、まあ、これから習近平さんがこう適切な政策を打ってこの改革も成長も仮にそういうふうにやっていけるのであれば中国は持続,持続的に成長していくんだろうなというふうに私は思っています、はい、残り5分になっちゃいましたけれどもあのちょっと質問に答えていきたいというふうに思いますあ,のあまり時間もないのであのちょっとあの手短にバッバッバッっていきたいんですけれども、えー 中国政府は不動産バブルを何着陸させることはできるのか、まあ、先ほど申し上げた通りですねあの不動産バブルをさせないために まず、軟着力の前に不動産バブルを作らないために今の政策を打っているというのが私の理解ですね。アメリカは中国株を上場廃止にするなど、噂噂じゃないですね、これはあのあまあ噂、まあ、そういった動向を見られると、本当にやるとアメリカの株式市場は世界で最も閉鎖的な市場になるかもしれない。まあね、あの当然、アメリカも、ねあの経済まあ、アメリカではそのエコノミックセキュリティっという経済安保という言い方はしないですけれども、あのまあ、当然、中国企業、まああの 企業の、えー、活動が軍事力に使われるとかですね、アメリカの国家安全保障に危害を与えている、まあ、こういったことは非常に警戒をしているので、あのまあ、これまでほどでないにせよですね、 あの引き続きその中国の企業がまあアメリカの株式市場でというよりはまあアメリカのマーケットにおいてあの規制を受けるとかですねアメリカの企業が中国企業に投資をできなくなるとかあるいはその場合によっては上場ただこの昨今で言うとその DD ですよね中国版ウーバーの DD, DD があのニューヨークでの上場をまあ取りやめてまあ香港になりましたけれども。 これなんかは、やっぱりそのアメリカというよりはむしろ中国ですよね。中国がやっぱりその自国企業、特にそのユーザーを100万人以上抱える自国企業の海外上場にはサイバーセキュリティシェンスをやるというふうに言ってるわけですから、これはアメリカの政策というよりは中国の政策、まあもちろんこれ双方向ですよね。当然その中国がアメリカ当局の政策に対して警戒をしているから、 あのアメリカもいろんな措置を打ってくると、でアメリカがそういう措置を打てば、そろそろ中国もサイバー審査とかやるとい,いうことなんで、まあ、こういった中で私は個人的に、じゃあ、香港っていう市場がこれから株式市場を含めて、どう盛り上がっていくかっていうところを私は非常にこう気熱してます、あのあのあの見てます、はいえっと。あとですね、えー、一時期、停電騒ぎがありましたが、現在どうなっているのか、まあ、電力事情ですね、あの電力不足、これあのあの、ありました、これは大きな問題だったと思います。 これもだからあの中国でですね、オーストラリアとかとか,からこう石炭の輸入を増やすとか、あるいは最近、環境問題の対策で中国のですね一部そのまあ化石燃料の企業の生産を停止するとかやってたわけですけれども、これをですね、また再一部再開させるなどして、特に冬っていうのは電力使いますから、ここは電力不足を防ぐべく中国の当局もあのやってるんだというふうに思いますね。 企業が成長して影響力を持つと共産党に叩かれます、これはでは投資家は困りますね、うんまあ、確かにその通りですね。あのおっしゃるように、ですねやはりその中国でおいては、その企業、特にまあジャック・マーさんとかって非常にこう目立ちすぎてましたよね、これまでね。ですから、その企業がその私の思うにですね、あの経営者っていうのはこれ,これまで以上にですね中国ではそのカリスマ性を抑えた方がいいですね。 この私が特に中国にいた頃なんていうのは、ジャック・マンさんとかもそうとかあのバイドゥのロビン・リーさんもそうでしたけれども、なんかもう自分のなんか、その若者に向けたバイブルじゃないですけれども、こうなんか DVD とかをあの出版したり、本を出版して、自伝を出版したりして、自分がいかにすごいんだと、若者よ、俺のようになれみたいな、こういったことをやってた時期がありますけれども、今はそれやったら叩かれますね。ですすかからこれは決してその収益を伸ばすとか あるいはその株価を上げるとか、そこが叩かれるものじゃないと思います。それは中国政府だって必要としてますからね。ただ、必要以上に出しゃばって、ですね俺は俺はっていくのは、まあ、なかなかよろしくないのかなというふうには思いますね。はいえー、デジタル人民元の質問なんかも来てます。まあ、これはは一筋内にはいけない,いかないでししょうし まあアメリカ、米ドルは米ドルで引き続きやっていくんでしょうけども人民元も最近また、ね、なんか日本円を抜いたとかいうニュースありますけれどもこれまで以上にこのデジタルに人民元も含めて人民元の、えー、国際化というものを進めていくんでしょうねと、まあ、あと私なんか注目しているのは中国が特にですねアラブ中東とか ASEAN、えー、アアとかアフリカでこの2カ国間貿易の,この決済通貨を人民元にするという。 これ米ドルじゃなくて人民元にするって、こういったことをこれからたくさんやってくるというふうに思いますね。まあ、当然、多くの国との貿易では引き継ぎ、米ドルなんでしょうけれども、あのー、まあ一部国家ですね、まあ、途上国とか新興国の間ではそれの人民元を使ってやろうというふうになっていくと思います。まあ、その中で一部デジタル人民元もあの使えるようになるんだと思いますね。最後ですすアリババどうなりますか まあん、ね、まり、あ、これどうもならんでしょうとか言ってもしょうがないかもしれないですけれども今やっぱりアリババというのはその私から見てもですね特にその昨年ですね にこの当局からこう睨まれる要素に満ちた企業だったと思うんですね。経営者はカリスマをすごく持っていたし、この本業に専念をしないとか、この B2C とかですね、まあ、消費者をたくさん抱えているイノベーション企業、しかも独占的だ、まあ、いろんな要素がです、ね、この当局から狙われる、叩かれるあの土壌だったと思うんですけれども、まあ、今、私が知る限りですね、こうジャック・マーさんなんかも、まあ、アリバマもそうですし、子会社も含めて、やはりその企業の再生というかですね、 このそのやはり習近平政権の一つの特徴というのは本業に専念せよですから、やはりその意味であのいろいろ整理している時期なんだろうなと、これはまさにあの一昨年、あの延期になったアントフィナンシャルという、ね、あのフィンテックの企業ですけれども、ここの上,上海と香港の同時 IPO も同じことでこれもですね中国の当局はあのフィンテックの企業なんだったらフィンテックの企業用の箱を作れとあのそこにちゃんと持ち株会社を作ってあの整理をした上で上場しなさいとまあいうようなことをやりながらまあアリババサイドもそれに応じてやってきたということだと思うので私は中国の市場を見る上で2022年最も注目していることの一つとしてアントフィナンシャルの,この上場ですね。 これが、えー、いつ、どういうタイミングでどのようなあのデモンストレーション見せ方で行われるのかということを非常に注目していますし、まあ、私が見る限り中国の当局というのはやっっぱりこういったアントフィナンシャルぐらいの企業がこうやっぱり上場するしないという話はですねこれを裏を返せば海外の投資家、まあ、皆さん、聞いている方もそうだと思うんですけれども海外の投資家が中国の経済をどう見るかこの自信を持てるのかどうか。 安心感を抱けるのかどうかっていうところにつながってくるというふうに思うのであのここは当局としても可能な限りいい形で えー、上場させるべく動いていくんだろうなというふうに私は見ています。まあ2022年ますますあの目が離せなくなってきますね。新型コロナもある。しかも日本と中国は国交正常化50周年ということなので、まあ日中関係もなんとかこう安定的に管理していこうというふうに進んでいくんだというふうに思います。まあそういった中でもですね、当然中国をめぐるあらゆるそのまあ噂であったりとかまあネガティブな情報、まあポジティブな情報もあるんでしょうけれども、まあとは言ってもですね、中国が、えー、くしめをすればこう日本が風をひく。 そういったですねこのまあグ,、まあ、グローバリゼーションじゃないですけれども非常にこう深くつながった関係になっていくこの傾向というのは変わらないという,ふうに思うので私はこのチャ,インチ,チャイナチャンスというものは全世界で共有されるべきだと思いますし逆に言えばチャイナリスクから逃れ,れ,る逃れられる 人間国なんていうのはないというふうに思っているので皆さんですねそんな中国、まあねあのー、場合によってはこう問題児になったりお騒がせの人になったりトラブルメーカーになったりする国ではありますけれどもその存在その プレイヤー自体はですねこれまで以上に軽視できなくなっているということだと思うのでぜひですねあの辛抱強くあのウォッチして付き合っていく必要があるなというふうに思いますし私自身ですね今後ですねこういった機会があったらまたこういった形で皆さんにご報告申し上げて、えー、議論を促していきたいなというふうに思っております本日はご清聴ありがとうございました長々と失礼いたしました加藤さんありがとうございました楽天証券経済研究所客員研究員加藤義和より講演させていただきました ここで休憩とさせていただきます。次の講演は中国経済エコノミスト、中国株アナリストの田代直樹さんより、2022年剣道将来の中国株と題してお送りいたします。8時10分頃の開始とさせていただきますので、今しばらくお待ちください。 それではお時間となりましたので、次の講演を始めさせていただきます。続いての講演は、中国経済エコノミスト、中国株アナリストの田代直樹さんより、2022年、剣道将来の中国株と題してお送りいたします。それでは田代さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。中国経済エコノミスト、中国株アナリストとして活動しておりますですね、田代直樹でございます。 今日は1時間ほどお時間いただきまして、ですね中国株、まあ割安だと、そろそろ注目してもいいんじゃないのと、じゃあ、個別銘柄何というような話をさせていただきたいと思います。まあ、最初、半分はマクロ、後半、半分個別銘柄と、こんな感じでお話を進めてまいりたいと思います。それででは資料の方をですね えー、早速ご覧いただきながらですね、えー、話を進めさせていただきたいと思いますはいその前にですね少し、えー、オリンピックにまつわる話をしておこうかなと思いますいよいよ明日から北京オリンピックですね夏東京オリンピックありました新型コロナで開会が、まあ、開催がですね 危ぶまれたんですけど、まあ、今回の冬季オリンピック、オミクロン株が流行したんですけど、中国はまだ、ね、デルタが中心、オミクロンがちょこちょこっと出だしたところなんですけども、世界がオミクロン株、まあ、流行しましたね、日本もずいぶん流行しちゃってるんですけども、まあ、ただね、夏のオリンピック、開催の実績がありますでしょう、まあ、そのとからこれについては大きな障害にならなかったですね。 変わってね、外交ボイコットがですね、この平和の祭典の開催を揺さぶったということででした。バイデン政権による外交ボイコットが問題になりました。新疆ウイグル族への人権侵害を理由にですね、政府要人の派遣をまあまあに送ったということですね。 追従する国いくつかありました。オーストラリア、イギリス、カナダ、こんなところを追従したんですけども、フランスとかね、イタリア、これ、同調しなかったんですね。で、日本もね、えー、あいまいな形だったんですけどもね、閣僚を派遣しないと発表したんです。ただ、外交ボイコットという言葉を使わなかったんですね。まあ、ですから、あーまあ、同調しなかった方の仲間ですね。 それからスウェーデンなんかはですね、まあ、あの派遣しなかったんですけど新型コロナの流行を理由に見送,る見送ったということなんです。米国国に同調する国広がらなかったんです、まあ、ですからね、モスクワオリンピックのときのような選手団の派遣見送りのような動きは起きませんでした。えなので無事開催できた。できたかどうか、まあ、まだ明日ですけどもねまあまあできるでしょう。 ですけどもね、えー、ですけどともっていうとね言う、言うよりもね、まあ、参加する要人もいらっしゃるんですね、当然いるんですけどもね、誰が来たのかね、えー、ちょっと調べてみたんですね、えー、まずね、えー、国際機関の方なんですけどもね、国連のグテーレス事務総長お、国連のトップですね、が来るんですね。 それから WHO のテドロス事務局長、WHO も来るんですね。国で言いますとね、ロシアのプーチン、欧州からはです、ね、ポーランドのです、ね、アンジェイ・ドゥーダ首相、まあ、閣僚評議会議長っていうらしいんですけどもね、ここのトップも来ると、それからルクセンブルグの国家元首、アンリ大公、なんか名前だけ聞いたことありますね。 えー、セルビアの大統領とかね、またアルゼンチンとかエクアトルとかね、アジアではね、韓国がね、閣僚クラスを送ってくるんですね。それからタイが王女かなそれからカンボジア人、カンボジアがまあトップだったかなあまあ要人派遣してきて、えー、するということなんです。注目してほしいのはね、いただきたいのはね、エジプト、サウジアラビア、エジプトはね、新大統領が来る。 サウジアラビアね、サルマン皇太子が来るんです。カタール、アラブ首長国連邦のまあ、まあ、原主クラスですね、が来ると。それからね、カザフスタン、キルギス、タジギスタン、トルークメイニスタン、ウズベキスタン。こういったね、中央アジアの5カ国ですね。の、これ、大統領。こういう国ね、 えー、イスラム教徒が多数を占める国家なんですよ。まあそこのね、その5カ国っていうのはそういう国の、まあその大統領が来るんです。アラブもイスラム教徒ですね。アラブね、ウィンタースポーツあるんですかね調べました。ああ、ほとんど出エジプト選手ゼロです、えー。サウジアラビアはね、アルペンスキーの選手が一人いたんですね。カタールゼロ。 で、出場しないのにね。で、えー、中央アジアの5カ国もね、2カ国はね、選手ゼロなんですね。トップだけ来たんですね。何が申し上げたいかと言いますとですね、新疆ウイグル族はイスラム教徒じゃないですか。彼らはね、えー、こうした国々、同胞ですよ。中国がイスラム教徒であるウイグル族をね、人権侵害してたらね、一番怒るのどこですか いや大量虐殺なんかしたらね、人種をそのお、まあ、滅亡させるようなことをね、本当にしていたらどこが起こるんですかっていうことなんですね。米中関係、え緊迫化しております。で、実際ね、これ、私、戦争だと思ってるんですよ。で、両国と,国ともね、核兵器保有国でしょ。もう直接的な武力衝突なんか、トトなんか絶対ありえませんよね。 まあせいぜい、ね、同盟国に軍事行動させることあるかもしれない、でもね、アメリカが直接中国を、ね、軍事、えー、攻撃することはまあ,ありえない、なぜかやりゃもう核戦争ですからね、まあ、だから冷戦なんですけどもね、でもかつてね、旧ソ連との冷戦ありましたね、もう時代が違いますよ。 これだけ国際化して情報がもう,もう情報も経済も密接に絡み合ってきてそれからあハイテク技術がものすごく発,発展してるんですね今の冷戦は昔の冷戦と違うもうそれと分からないことで、えー、戦争が起きてるんではないのかなということなんですね、まあ、そういう視点で見るとね、えー、いろんなことがですね整理できるんじゃないかなと私は思ってるんですけどもね トランプ大統領、前大統領ですね、追加関税措置始めたのがですね、2018年の3月なんですね。まあ、実際実行されたのは6月、あるいはまあ9月と言ってもいいかもしれない。それから、ホアウェイですね、ハイテク企業、エンティティリストに乗っけちゃいました。もう実質的な金融措置ですよ。 上場場規制ののの強化をしましししままてね中国企業のアメリカ市場からの締め出しもやりましたそれからね新型コロナのパンデミックこれは難しいこと言いません言い出すときりがないですしわからないことですからでもこの冷戦の一つに私はあ今詳しくなぜかということは言いません言いませんがこれもおーおーおー関係ある。 かもしれないと思ってます、まあ、あとね30年後40年後経済の成長率だけ見てください戦争でも起きない限りこんなに落ち込むことありませんよ2020年の成長率ですねマイナス成長世界中まあ,あそういうことが起きてるんじゃないかということなんですねでねバイデン政権に代わってから人権問題に圧力が加わりましたでしょお バイデン政権はですよこれトランプは全く興味がなかったんですねそれ唐突に始めたわけですよで中国最大の弱点は新疆ウイルジクチクと台湾問題ですだからバイデン政権もう戦争ですからねもういいとは全く私は思わないけども戦争なんだからこれしょうがないあらゆる弱点を見つけて攻めると それはもう仕方ないことですけども、ちょっと筋が悪いかもしれないなということなんですね。人権問題、え本当、まあ,あ、世界が同調し、それが正しいとか正しくないという,いうことは一切言いません。ただ、世界が同調しない限りね、えー、この問題で中国を孤立させることはやっぱり難しいですよ。 で同胞イスラム教徒の同胞が、ね、みんなオリンピックにこぞってトップを送り込んでくるような状況で、ね、中国をこの問題で孤立化するのは難しいでしょう。台湾問題については、ねえー、これあの領土問題があるのは ASEAN 諸国もまあ一部ですけど、ね、同じなんですね。ところが中国、まあ、そういったところから中国批判が高まれば、ね、中国への圧力これになると思うんですけども。 アセンシャ諸国はね、す、え、で、ー、に中国と密接な自由貿易協定を結んでるんですよ。今年に入ってね、日中韓を含む、まあ、RCEP ・自由貿易協定が発行したんですね。何が言いたいかっていうことは、中国の一番弱点、今、攻めてるんです、バイデンに代わって、民主党の得意な人権で。 だけど、これももう手詰まりじゃないかなと、攻め筋はいいと思うんで、まあ、よくはないんですけども、戦争ですからね、まあ、そこは攻めるのはよく分かりますけど、まあ、これは広がらないだろうと思ってるんですね。そうすると、アメリカ側の手はですね、だいぶと攻める手はね、もう限られてくると思うんですね。で、今回のポイントというのはね、 アメリカの対中強固政策、もう限界に来ているんではないのかなということなんですね。で対中強固策で、えー、相場下げました。あたでちょっと説明しますけど。だったらね、それが弱まったりね、そこの条件変わってきたら、ね、上がるかもしれないでしょということなんですね。ぜひともその点注目してくださいということです。で、で、中国株割安だっていう話。 ですねまあ、中国株今安いところに来てるとで、投資家の方々にとってね、個人投資家の方々にとって最も魅力的な投資戦略、リターンリバーサルですよ、なんといってもね、逆張りです、えー、僕だけかな、勝手に思ってるのは。うーまあ、一番、あのー 私はやりやりすいと思ってるで反戦指数の動きを見る限りね、このリターンリバーサルがのね狙えるとこ来てるんじゃないか、あとでチャート出しますね。えー、そこがポイントの一つなんですよ。十分下げます中国は割安だということですね。で、バフェット指数っていうのがありましてね、まあ、ここにチャートを作ってきたんですけどもね。えー、株式時価総額をです、ね、名目 GDP で割った指数を言います。 まあ、これね、いろんなやり方あるんですけども、その年の年末の時価総額、それに対してその年の後でわかる GDP、名目 GDP で計算してます。1年に一つのデータを出すような形にしていってます。ですから、直近がね、2020年末までなんですよ。まあ、それまでのね、長期の話なんです。で、 えー、アメリカが黄色、日本がこれ赤かな、アメリカで中国が青,青ですね、えー。まあ見ていただいて、えー、中国安いところにあるだろうということですね。で、バフェット、実は100がね、えー、もう超えたら割高だって言ってるけども、もうアメリカ200いってるんですね、もう200近いんですね200あのでね。 えー、IT バブルの時1999年と2000年の間なんで、2000年とまあこのあたりなんですけどね、1999年が153ですから、今、現在、アメリカの株価はバフェット指数で見て、歴史的にものすごく高いところ来てると、だから下がるなんていうことは私は申し上げません。えー、水準と、といつ、ね、変わるかはこれでは分かりません。天井つかは分かりません。ただ、水準として高いところにある。 中国株は安いとこにあるいつか2020年の12月末です1年前ですねでまずこれを少し頭に入れてくださいじゃあこ,これからね今年来年の経済どうなのかバフェット指数どうなるかっていうことをちょっとあの予想していきたいんですけどもね GDP、要するに経済どうなるかということなんですけど、まあまあ、ご覧のとおりですね。中国経済、過去非常によかったですね。黄色いところが中国経済です。でもう実績出ました、終わったきは非常によかったです。で、世界で比べても非常に高いところなんです。 中国経済は非常に安定してます。見通しもいいです。見通し都市としていうのは IMF がですね、2022年1月25日に、えー、やった予想なんですけどもね。えー、それで見ても、まあ高いところにある。でもね、一つ心配なことがある。右肩下がりじゃないですか。ここ。この辺りね。今年、来年も。 他の国と比べたら高いんだけど、実はね、10月の予想と比べてだいぶと下方修正したんです、中国と、まあ、アメリカを。ちょっとそこが心配。経済安定してるんですよ、成長十分してるんですよ、でも、鈍化が心配え、でも心配ありませんえ、そのことを今から申し上げたいんですけども、今みんな心配してればね、中国経済の成長率落ちるんじゃないのというところなんですけども、でも、 お先にこっち行っちゃいましょうかね、金融緩和政策、今もう始まってるんですけどもね、えー、これ、最優遇貸し出し金利を推移を、まあ、チャットにして表したものなんですけども、アメリカの政策金利見るとね、0から0.25でまあゼロ金利のところなんですね。 ちょっとまあまあ記述とかいろいろ難しいこと言っちゃうとあれなんですけどまあ中国見てください、えー、3.7%とかねもうもう3もうもう 3%, 3もだいぶ上の方1年ね、えー、お金を貸してまだこれだけ金利があるんですまだまだあー金利下げる余地は十分ありますね、えー、それからですね えーまあ、預金準備率、銀行がですね、中央銀行に、えー、預けておかなければならない、えーまあ、貸出総額に対する一定の比率なんですけどね、これもずっと下げ続けてるんです、ただ、まあ、金融機間によって違いがあるんですけど、今現在まあ8、8%強ぐらいなんですね、平均すると。ですから、預金準備率を引き下げる余地も十分あるんですね。えー、それから物価上昇率見てみましょうか。 え消費者物価指数、この CPI、こっちの方なんですけどもね、えー、十分低いじゃないですか。えー、PPI、えー、これ、卸売物価と見てください。えー、急騰しました。あ経済急回復しましたね、えー、あの新型コロナ禍のからの立ち上がりで、そこでね、需給ちょっとバラアンバランスになったのと、おー 環境関連、ねえー、を重視したんで、エネルギーのです、ね、供給が不安定になりましてね、えー、まあこんなことにずいぶん上がっちゃったんですね。でも、それもこの3ヶ月のところ、直近見るとね、えー、まあ下がってきていると、まあ、これも落ち着いてきていると。なんだかんだ言っても、中国の経済は今、過熱しているような状況じゃないです。ですから、アメリカのように物価が上昇して大変な金利を上げなければならないという状況。 とととはほど遠いということなんですねさあここまで見てくるとね、えー、去年まで、えー、中国株割安でした経済の見通しちょっと見通し落ちるけどもおすごく安定していますねと金融政策金融緩和政策打ち出していますね十分余裕もありますね物価見ると上がってるようなこと,と,ところはまあ見られないと。 おい,やいいじゃないのっていうことですね。ファンダメンタルズいい,い,いんじゃないのということです。で、まあそういう状況でありながら、去年の1年間、うこう下げ続けてきたんですね、ハンセン指数。で、下げ続けてきて、今、ファンダメンタルズの見通しはいいです。で下がったところ、もしこの下げた理由がですね、 米中の緊迫化による影響だとしたら、それが先ほど申し上げたようにね、バイデン政権、まあ、そんなことやっちゃおれなくなりつつあるんですね。まあ、そんなことを考えるとね、えー、下げたところ、ここ、そろそろですね、えー、注目してもいいんじゃないかというところに生きているんではないかということですね。で、まあ、もう一つね、重要なこと。 アメリカが中国をですね、一生懸命攻め立てているわけです。冷戦、まあ、まあ、派遣争いなのか何なのかのか、あまり言っちゃいけないことなんであまり言いませんけども、アメリカのある非常に強い勢力はですね、えー、まあ、中国際し、まあ、世界があんまり安定し,してない方がいいわけですね。まあ、まあ、言うのやしましょう。あの、まあ、 そういう中国の台頭をです、ね、嫌がってる組織は、まあ、組織っていうか、まあ、グループはあるでしょう。だけども果たして本当に中国をですねその成長をです、ね、抑えることはできるかっていうこと、まあ、ここはざっと見ていただきたいんですけどね難しいということです。中国をですね デカップリングするのはもう非常に難しいんだろうということ、まずそこを一度確認していきたいと思います。まずね、購買力陛下で見た、ね、国別の経済規模を見ますとですね、もう2017年に米中逆転してるんですよ。もうすでに、えー、中国の方が規模大きいんです。購買力陛下で見ますとね。 でもね、名目 GDP で見ると、まだまだアメリカにはかなわないだろうと。確かにもう70%ぐらいのところ、2020年の数字ですけどもね。さっきの購買力陛下も直近2020年までなんですけどもね。2020年で確かに名目値で見ると、まだ中国7割ぐらいなんですね。でも注目してください、製造業。もう中国の方が製造業70%も。 GDP 大きいんですよ。経済規模、製造業の規模、ここまで中国大きくなっちゃってきてるんですよ。逆に言えばアメリカの製造業空洞化がものすごく進んじゃっているわけですね。えー、ここまでね、えー、中国の製造業空洞化させたのはアメリカ企業ですよ。でね、今になってね、でだから、 中国が頑張って成長したっていう部分もあるけども、米中がですね、まあ、あお互いお金儲けのためにです、ねえー、自由化、国際化を進める過程で,です、ね、お互いの利益があってやったことです。アメリカの製造力、まあ、もっと汚い言葉で言っちゃうとね、製造なんて、ね、ものは作らなくていいんだと、全部作らせればいいんだと。 いうまあ、そういう発想でね、もうアップルで自分のとこのようにね、自分のところで作らないと、作らせると、他のそのメーカーもね、自分ところでは作らないと、まあコストが安いとかいろいろ理由ありますけどもねえ、とにかく中国を使ってですね、分業体制、グローバルな分業体制、サプライチェーンをね築き上げたのはアメリカです。 そうして、こんなに差がついちゃったんですよ。これを今さらど,どうしろっていうのということですね非常に難しいということですね。で、アメリカのですねこれ、アメリカ側の統計なんですけどもね、貿易統計見ますとね、アメリカの輸入相手先、トップ中国なんですね、もう断然中国。 お隣のメキシコとカナダ自由貿易協定やってるところよりも断然中国からの輸入が多いんですよ。輸出でもまあ第3位なんですね。日本より倍以上輸出ですら、アメリカからの輸出ですら、まあ、中国大きいと。もうここまでね、貿易が結びついちゃって。 えちょっとあの先走っちゃいましたけど、このデータね、1月から11月までの統計です、直近です、アメリカの統計です。まあ、ここまでね、今現在もバイデン政権、一生懸命デカップリングやってるし、なんとか中国、冷戦を仕掛けてるわけですけども、こんなに経済結びつきちゃっているのに、難しいでしょうということですね。 で最後にね、世界の貿易状況を見ましてね、中国、輸出でね、世界全体の15%弱あるんですよ、これ2020年ですけども、輸入で見ますとね、アメリカに次いでなんですけど、あんまり差がなくなってきてますね、もうこれだけでかい国、貿易で世界最大の貿易国をデカップリングすることなんかできるのということですね。 それからですね、えー、人民元、タイドルレート、ちょっと話が変わるんですけどもね、まああの、大きくは変わらないんですけども、アメリカの話なんですけどもね、米中金利差ありますでしょう。あの米中金利差あるんですアメリ。中国の方が当然金利高いです。でも、アメリカは金利を今上げようとしています。中国は金利を下げようとしています。 金利差縮小してます。ならば、人民元が安くなって叱るべきなんですね。金利が上がるドルの方が有利だから、みんなドル買おうとするはずなんです。ところが、どうですか、まあ、直近ね、えーまあ、3月に利上げすると言ったんで、直近跳ねてますけども、まあ、人民元、タイトルレートを見てるんですけども。で、注目していただきたいのは、この部分ですね。 えー、広大集団の件でね、中国経済がですね、まあ金融がですね、崩壊するような話すらあって、それをまあ一生懸命林立てて、えー、香港なんか株価下がりましたね。まあそれ一つの要因なんですけどもね。でも、よく見てください。人民元では人民元高が進んでるんですよ。これね、 えー、欧米機関投資家ね、恒、え、大、ー、集団のデフォルトなんかリスク、意識してたんですかね、リスクしてたら、人民元なんか買わないでしょう、もし、えー、ね、えー、そんな中国の金融が崩壊してするようなことがあればね、えー、欧米の金融機関のセンチメントはもともとね、そんな悲観一色じゃないんです。で、一生懸命中国の国債を買ってってるんですね。 で中国本土 A 株についてもですね、えー、まあ昨年9月以降、まあ、11月ちょっとね、えー、中旬にマイナスになったところもあるんですけど買い越しなんですね。で えー、まあ、欧米の機関投資家はそんな悲観一色じゃないというところですね、それからもう1点はですね、今これは言いたかったんですけども、アメリカ経済、少し、少しね、危険、危険って言ったらいか、まああれですけども、バランスをね、資金をですね、中国に流してもいいんじゃないのと。 いうこと新民元を買ってもいいんじゃないのという動きが水面下であるんじゃないか、当然それは香港株にもお、ねえー、プラスになりますよね。株は売られましたけどアメリ、中国の国債買われてたという、こういう状況になってきてると。で、アメリカのね、えー、CPI、こんな感じになっちゃってるんですね。マスコミはね、FRB がどうするかばっかり報じてるんですよ、今。 この先、でもね、一番中重要なこと、この先インフレが収まるかどうかですよ。こっちの方が重要です。こんなになっちゃって、チャート見て、こんなになっちゃって大丈夫かと。2%のね、目標に対して、これだけ3月以降、これだけ CPI が上昇してしまってるんですね。で、これ本当に中国、アメリカの専門家たちが言うようにね、経済がしっかりしてきているから需要がね、 えー、ディマンドプルだと、需要が引っ張ってこうなってるんだと、それから少しね、供給側もあったとしてもね、それは新型コロナの問題でね、えー、だからね、そんなん大したことないと、でも本当にそうかどうかということですね。でね、えー、アメリカ、バイデン政権不人気なんですね、えー、皆さんご調子の通り。り、インフレが直撃してるんです、これご覧の通り。り、民主党の支持基盤の一つ。 庶民の生活がですね、特に苦しめられるじゃないですか、あ物価が上がると。で、ここが私のちょっと気になるところなんですけれども、最大の輸入先である中国から物届かなくなったらどうなんのだろうっていうことなんですね、ここでね。中国はですね、米国から一方的に攻められ続けたじゃないですか。でも、表だった報復措置取ってないんですよ。 しかしね、最も有効な報復措置ってなんでしょう相手にそれとわからないように反撃することですね。まあ、こんなこと言ってますけど、もう一回繰り返しますけど、戦争だという前提で話してます。戦争なら何やるか分かりませんもんね。で今のところね、中国、アメリカの輸入物価落ち着いてますでしょで,で、中国から輸入もね、その平均、 他全体の輸入の伸び率ほどではないんだけどな、伸びてることは伸びてるんですね。ですから、あーそれ中国がね、も、えー、を絞ってるというようなところ、今のところ見られない、でも断片的にね、えーまあ、去年なんかコンテナが来ないとかね、いろんなことありましたけど、それから肥料がね、アメリカの輸出が激減してるんですね、農業に必要な肥料が。 うんまあ、ただね、それがどの程度影響かわからないけども、見えない形ではちょくちょく変だなと思うところは感じるんですね。変だなっていうのは何がインフレ、アメリカのインフレを加速させようなとるようなところですね。それからね、人民元、米中金利差、えー、が縮小していると、おにも関る自かかわらず、人民高方向にシフトしていると。お先ほどね、外国人の買いが入っていると。 オフショアとオ,フオンショアの、ね、レートを見ているとそう考えたんですね、そう思ったんです。もし中国人民銀行が見えない形で誘導してたらどうなんだろうなということ、そしたらそれも報,告報復と言えなくもないですよね。アメリカにとってね、最大の輸入先、中国だっていうのがね、えー、これ今、インフレに悩んでいるところ、もうバイデン政権はもう,もう正念場ですよ。 そういう状況でですね、これは大きなリスクですよね。で、原油価格急騰してますで、今も上がってるで,すでしょ、直近も。ロシア、サウジとね、えー、政治的な戦略でね、えーまあ、戦略があって、まあ、上昇傾向になってると言っていいと思います、私は。 まあ、ウクライナ情勢次第ではね、ロシアが欧州向けのガス供給を絞るようなことになる。そうなると、またね、えー、先物価格、原油先物価格上がるでしょう。そうすると、アメリカの物価もまた上がると、バイデン政権困っちゃうんですね。えー、ですからね、もろもろのことを考えると、今、これから半年考えるとです、ね、えー、そもそも外交どころじゃないですよ、バイデン政権。で、今ね、中国とね、 えー、何かね、攻撃するようなことをするのが、果たして戦略上、バイデン政権にとっていいかどうかということなんですね。ということを考えると、秋に中間選挙を控えてます、バイデン政権、これ以上の対中強固策は打ち出しにくいだろうと、むしろ緩和に向けてね、動くんじゃないかと。ならばね。 今までずっとお話、もう最後の結論なんですけども、株価安くなってきてますね。えー、アメリカの中国対中強固策緩むんじゃないのじゃあこれ中国株チャンスじゃないのということです。さあじゃあグラご具体的なね、えー、個別銘柄見ていきたいと思うんですけども、まず割安銘柄、3つ考えてたんですね、ポイントを。 割安なとこを狙おうじゃないかと。で国有企業、まあ、いろいろ政策レスリスクがありましたよね、えー、去年は、まあ。今年もそうです。共同富裕つ続きますしね、えー、とにかく公平とか公正とかね、えー、あるいは平等とかね、えー、格差縮小とか、こういうところが政策のポイントになってます。これ変わりません、長期戦策、えー。そうなるとね、えー、一番安全なのは国有企業ですよ。政策リスクが、えー、低いで。しかも 割安なところ、これ狙えるだろうと、これ一つのポイント。もう一つはね、政策の恩恵を受ける銘柄、共同富裕の促進で消費は長期的にいけるんじゃないのと、それからね、総炭政策、これは要するに環境政策ですね、えーまあ、でね、成長政策も、もう環境政策、ガンガンやりますよと言ってますんでね、えー、ここもチャンスじゃないかと。 これ2つ目でもう一つのポイントとしてね、やっぱり逆境のね逆境なんだけど、グロースだろうと、中国株、高成長でしょ、さっき見た通り、落ちてきたとしても世界的に成長率が高いじゃないですか、やっぱりせ民間のね民営の成長機微を狙いたいねと、じゃあどんなところがあるのと、まあ、この3つぐらいを。 ポイントとしてね、えー、攻めてみたいということですね。まず最初の一つ目、バリッバリの国有企業ですね。えー、中国交通建設。えー、コード番号01800です。インフラ建設です。インフラ建設、えー、大手3社あります、えー。鉄道部系のですね、旧鉄道部系のね、えー、中国中鉄00390。 それから人民解放軍系の,解放軍系のです、ね、中国鉄拳01186、これとこの中国交通建設01800なんですね。で、前の2社はです、ね、鉄道が強い、でここはです、ね、港湾建設とか橋梁建設、こんなところが強いという国家組織なんですね。 でまあ、中間期の終わった中間期で見ると、ね、インフラ建設の売り上げが88%ぐらい、あとは不動産開発、えー、とかあるんですけどもね、で新規契約ベースで見ると、ですねインフラ建設の中身ですけどね、新規契約ベースです。 都市建設が46%、道路橋梁建設が22%、海外工事が13%、ここは一つのポイント。この3社の中で、この海外工事が13%、一番多いんです。どういうことって、一帯一路銘柄の代表銘柄なんですね。 それから新設工事が8%、公安建設が5%、鉄道建設、インフラ設計などが6%と、まあ、こんなことなんですね。要は、インフラあ投資を拡大しましょうといったときに、えー、他の2社鉄道が強いんですけど、まあ、ここはね、えー、鉄道が強くない部分、こういうところ、都市建設とかね、あるいは道路とかね、 春節とかこんなところが強いんでね。えー、でもまあ、あのー、意見じゃないのという話なんですね。で、業績もね、悪くないんですね。終わった中間期なんですけどもね、昨年の32%増収、32%増益なんですね。それから終わった通期、15%増収、22%増益。それから今期のですね、 えー、見通し、えー、9%増収、12%増益ぐらいですね。これは楽天証券さんの方で、えー、公開しておりますですね。情報に基づいて、えーまあ、コンセンサスとして申し上げております。以下も全部そうなんですけど、えー、要するに、業績見通ししっかりしてるんです。さあ、株価どうでしょうこんな感じなんですね。安いところ昨年 えー、2020 2021年のですね、まあ、初めかその前ですね、あたりが一番安いところで、そこでそこを打って回復基調にあるんじゃないのっていうところなんですね。で、割安割安と言ってました。で、これも楽天証券さんの方の情報。 見ていただける、皆さん見ていただけると思うんですけどねあの、ご確認ください。PR ね、4倍なんです、実績ベースで。予想ベースで2.9。あまりお目にかかれない、えー、PR ですね。で、PBR、実績で0.5しかない。予想で0.23しかない。まあ、配取り回りはね、実績で4.9ぐらいから、まあ、まあ、高いことは高いけどね。えー、で、予想ベースで6.3ぐらいなんですかね。 でゼロコロナ政策で消費、今やってます、一生懸命。消費がやっぱり厳しいんですね。 で景気刺激策として、まあ、まあ金融緩和を、ね、しっかり抑えていってるんですけども、どっかの段階でね、やっぱ景気刺激策やるでしょと見てるんですけども、まあ、インフラ建設投資が拡大するようなうことがあるのかなということを期待してるんですね。だとすれば、ね、材料も出てきますね。えー、中長期で見れば、ね、株価、ずいぶん安い、悪安、バフェットが好きそうなとこですね。しかもハイテクじゃないと,ということなんですね。 次がですね、ちょっとね、えー、計量の変わったところ、これも株価下がってますでしょう、気持ちのいいぐらい、昨年ね、えーまあ、結構みんなの注目されてる銘柄で、一番下がった銘柄と言っていいんじゃないですかね、何やってるのところかと言いますとね、えまあ、あハイディ・ラオー国債と。 おいうまあ、こういう会社なんですけどもね火鍋のレストランチェーンなんですよあもう聞いた瞬間ああこれはダメだとお思いましたでしょ新型コロナで一番やられるところなんですよでもまあ私は注目できると思ってるんです四川省のね観葉市で、まあ、育ったシンガポール国政の張勇さんという方会長この人がね1994年にね このお四川省関陽,関陽市ってね、えー、開業したひなべ,なべえ店ですね前身なんですねでまあ1990年代後半から2000年代にかけてね中国本土、まあ、経済がどんどん成長してってねその時に外食産業が急に発展したんですその時にこの四川ひなみが全国的に高い支持を受けて、えー、全国的に広まったんだ で私この当時ね、よーく覚えてるんで新、新鮮に出張に行きましてね、新鮮にも火波があるよって言,いだし言うんですよ、できたんです。私、火波大好きですからね。えー、新鮮の人なんか火波なんか食わねえだろうと、食わないだろうと。辛いの 苦手ですからね、南の方の人たちは。上海の人もそうですよ、このそれから広東省の人、広東省っていうのはうまみが、うまみの方なんですねえ、辛いのはあんまり得ですね、あの辺の方の人たち、ニンニク食べませんからね、えーまあ、別にニンにクがいいんですけど、まあ、そういうのが苦手だと思ってたんですけども、そこでも流行ってるんですね。 まあそれぐらい何が言いたいかって言いますと、全国でこの火鍋っていうのは全中国で受け入れられてる。で、この会社、日本にもお店持ってるんですけどもね。で、えー、ここでや、この会社やったことは四川省のですね、えー、火鍋、えー、もう、もう、まあ、あーってやつですね。 えー、唐辛子がてんこ盛りに入って、ラー油の中に、えーラ、ラー油の海にですね、唐辛子がてんこ盛りに入ってて、そこにですね、もう、もう、これでもかっていう山椒がぶち込まれてるという、そういうタレにですね、えー、つけて、まあ肉いやまあ、牛肉とかね、羊の肉がうまいけどね、まあ、そんなものを食べるんですけどもね、えーまあ、タレ考案したんです。さすがにね、これ、南の方の人たちは厳しいだろうと。で、まあ、バイタンを作ったりね、あるいはトマト風味とかね、 代わりだ、ね、いっぱい作ったんですね。で、肉や具材の品質、こだわったんですね。それからコストとかね、えー、設備、サービス、特にね、人材教育に工夫凝らしたんです、この会社。でね、えー、誰でも、はっきり誰でもレストランできる、誰でもっては失礼ですけどもね、えー、参入消期低いです、競争激しいです。どうやって勝ち抜いたか、やっぱり人の噂ってものすごく大切じゃないですか。で、従業員の質ってものすごく大切なんですよ。 お店の標準化するのもものすごく大切。そういうことが分かっている企業なんです。ですから厳しい競争の中勝ち抜いてですね高、高成長を達成できた会社なんですね。で、えー、昨年ですね、えー、中間期ですね、終わった期の中間期、売上倍増で黒字化ようやくしました。なんで倍増したの売り上げ勝負に出たんですね。で、ずっと店舗拡大しまくってます。 でえー、厳しい、まあ、去年ですから、もう新型コロナ回復してきてる、でここを攻めたんですね。で、その後下期ちょっとあの、まあ、期待ほどじゃなかった感じなんですけどもね。で、見通しなんか見てますとね、まあ、レストランですしね、結局この会社、新型コロナ、の,のゼロコロナ政策、どうするかによって、ずいぶん違ってきますでしょ。 読めないです、読めないけど、市場コンセンサスでは、まあ、終わった期は利益横ばいぐらいで、まあ、売上44%ぐらい見てる。で、今期もね、えーまあ、23%増収に、まあ、売上まあまあ、も、ま、う、あまあまあ、利益、もう,もう今、ほとんどプラスマイナスゼロぐらいで、今年出てくるだろうとあ、終わった期出てくるだろうと、そこから急激に増えるという見通しなんですけども、他の事業でね、ここまで株価が下がるとね、たい問題がありますでしょ。 でも、この会社、問題は1つしかないと。新型コロナですよ、ゼロコロナ政策です。みんな出歩かないと。おまあ、こういう状態で、だからなんですね。で、オペレーションしっかりしてるし、それからみんな大好きです。でそれからねあの、テイクアップなんかやったりしてしますしね、いろいろなやり方もあると。 それから世界にも出てってます。日本にもあります。韓国にもあります。香港、マカオ、台湾、シンガポール、アメリカ、カナダ、イギリス、ベトナム、マレーシア、インドネシア、オーストラリアともう海外にも展開してってるんですね。まあ、この株価とゼロコロナ政策がもし劇的に終わるようなことがあれば、あ分かりません、これはあの。もしこれがですね、米中の戦争の道具になって、 たとしたらもちろん公式な見解、そんなことありえないと、自然由来のウイルスだと言ってますけども、まあ、家庭の話ね、えーまあ、米中の,その冷戦がですね、えー、少し緩和に向かうんであればですね、えー、中国もですね、今のコンセンサスはまだ今年いっぱい続きそうということが、まあ、どっちかっていうと強いんですけど、私はですね、 あの3月の中旬以降ですね、緩和される可能性十分あると思うんですね。で、私はそちらの方の可能性を重視してみると、見たいかなということで、この銘柄を取り上げてみました。わかりやすいですよね、この銘柄はね。えー、次に環境関連です。えー、00257ですね。 えー、中国広大環境っていう会社、これ何やってるかっていうことなんですけども、ゴミ処理発電なんですね、えー、それから汚水処理とか、まあまあ、こんなことをやってるともう、もうちょっとちゃんと話しますね、えーまあ、終わった期でね、えー、何やってるかを話します。で、2021年6月の中間期の段階で売上げの7割ぐらいがですね、環境エネルギーだっつってるんです。環境エネルギーって何 中核はゴミ処理発電。これのね、設計、建設、運営、全部やってるです、ねで。そこで熱が出てきますでしょ。電力、売電します。売ります。あ、これも収益になりますね。で、余熱が出ますね。これ使ってね、スチーム供給してます。それからね、レストランのゴミの処理やってます。それから、おでいを乾燥させるのに。 処理もやってます医療施設から出るゴミなんか恐ろしいものがいっぱい出てきそうですね、これもどうも熱で乾燥させて処理する,ようみたいするみたいですね、みんなが困っててね、処理に困ってるようなやつを一手に引き受けますという、まあ、それが環境エネルギーのところですね。これ7割なんですね。 それからですね、それをうまくゴミを処理する熱でやっちゃおうという、まあそういうシステムを持ってるわけですね。そういうシステムを売ってるということですね。それからまあ環境保護技術が16%、次にでかいんですね。危険物を処理したり、産業廃棄物処理したりですね、環境を修復したり、この辺ですね、政策一番絡みそうなのは、バイオマス事業、太陽光発電、風力発電といった、まあこんなことをやってると。 これがまあ16%なんですね。それから水質、まあ、水管理ですね、水処理関係水質、水資源の保護とかね、それから水道事業、汚水処理、地水、おでそれからまあまあ工業排水ですね、処理とか、こんなことをやっていると。まあ、あと少しね、ゴミ処理発電設備とかね、えー、面白いのはね、最新設備の、まあ、LED の街灯工事、街灯、今 LED どんどん。うん できてるんですねまあそんなことまでやっているということなんです注目するのはね習近平国家主席2020年以来ですね国際会議にがあるためたびにですねまあビデオで出席するんですけどもね2030年までに二酸化炭素排出量をピークアウトさせると言ってこれ一点2060年までにですね 排出量から浄化量を差し引いた分ゼロにする。これ二つ目。で、相単、えー、と言ってる二つのおお国士無双の層ですね。えー、ふたまあ、宮とものに二刀流のあの、まあまあ、日本、二つっていう意味ですね。えのお炭素と相単政策なんて言ってるんですけどもね、えー。これがですね、もう国際公約になってるんですよ。 で14時5カ年計画でもこの総炭政策ですね、えー、出発点になる重要な都市だと言ってるんです。これ、力入れるって言ってるんですね。だとしたら、環境関連が強いとおいうことです。この会社ね、顧客地方政府です。競争厳しいんですね。大体地方政府がんちまちまとやってるところが多いんですね、公共事業で。ところが、この会社、は恒大集団の傘下です。高台集団というのは 国家の投資講師がありまして、そのうちの一人ですね、国家の一投資部隊だと思ってください。改革開放前からね、そこの参加なんですよ。でまあ、情報力もありしますしね、ねコネもあると、資金も量もあると、調達能力もある。 で全国24の小・市、自治区、特別区で200以上のですね、えー、区や県や市でね、ねそれから海外もドイツ、ポーランド、ベトナム、こんなところでね、ね、まあ、至るところでもう国内外でプロジェクトを行っている、全国的に展開しているまず珍しい会社、バックは国有だということなんです。これね、ね地味かもしれないけど、利益があんまり伸びそうじゃないかもしれないけども、政策、 に乗っかっかて成長あるんんじゃなないいのととうことなんです株価十分下がってきていると、それからね、えー、いろんな形でね、えー、政府によるですね、えー、バ,バッシングを受ける可能性が最も少ないやつですよ。で、一つだけねちょっとあの、まあ、断っておきたいところがあるんですけど、このね、環境、総談政策、ど真ん中のところ、やっぱ風力発電ですよ。 流源電力なんていうのがありましてね、00916、それから風力発電設備、中国高速電動っていう会社、00658ですね、それから太陽光パネル。 太陽光発電のところの、そのパネルを作ってる会社。新技工のっていう会社、00968。こんなところが、実はど真ん中のところなんですけども、株価がね、今の、今回のテーマは安いところで、え、ということなんで、ちょっとそういうのを外したんですけども、でもここも注目です。制作に乗っかって、で、まあ、一回相場になってるんですね、この辺のところは。でも注目してください。いい会社です、みんな、どれも。 それからですね、えー、逆境なんだけどもやっぱりグロースだろう成長株だろうということで、えー、このサニーオプティカルというテクノロジーという会社、アップル関連ですね。 で、ここは、これ株価安くないでしょって、まあ、まあ、月足で5年で見てますからね。まあ、苦しいけども、月次で随分下がってるでしょうと。これね、冷やしで見ると結構下がってきてるんですけどもね。えー、なんだけども、まあ、いい会社、なかなか株価が下がらないんですよ。でも、 おまあ、ここまで下がってきてるんでね、えー、ここまでっていうのは、これでかよって言われるかもしれないですけども、一、まあ、回チャンスじゃないのかなというふうに見てます。まあ、民営の工学部品メーカーカなんです、す、まあ、終わった中間期のですね、えー、売上高で言いますとね、77%がですね、 高額、まあ、電子製品、モジュールなんです。カメラのモジュールなんですね。携帯向け、スマホ向け、一つ、それから自動車向け、ロボット向け、こういったところのですね、カメラモジュールやってるんです。なんとなく良さそうですね。えー、っていうのはもう、ま、もうそれだけで分かる、なんとなく感じますよね。で、それ以外22%がレンズセット。 なんですね、もうこういう高額電子部品の、まあ、専門メーカーでアップル関連アップルにも収めてるという会社なんですね、えー、でまあ用途別にまとめちゃうとね同じく終わった期中間期で見ますとねスマホ向けがやっぱ8割ぐらいで自動車向けが8%まあその他が12%ぐらいなんですねで地域別でまあ中国は8割ぐらいなんですね でアップルも、まあ、要するに本配通じて、ねえー、行ってますんで、まあ、中国の工場で作ってますね中国向けに入るんですけども、まあ、アジア 15%EU3% アメリカ2%ぐらいのウェイトなんですけどもね。 えー、ちょっと、あのー、業績だけ見るとね、終わった中間期はまあ売り上げが伸び悩んだけど、利益はそこそこ出たんですねで。スマホ向けに高級機種中心にちょっと不調だった、価格が下がったみたいですね。まあ、でも、いろいろ合理化したんで、まあ、利益は中間期なんとか出たと。通期もね、そんなことでね、ガンガンい,いってるっていう感じでは実はあまりはないんですね。 そんな感じではないんですけども、おで終わった期もね、えー、コンセンサスで13%増益ぐらいで、今期の見通しもです、ね、27%増益なんでね、えー、大きく伸びていくようなちょっと時期とは少しはずれてるかもしれないけど、まあ、でもそ、ちゃんとね、えー、売上も伸び、ちゃんと二桁成長、利益も二桁成長、いけてるということなんですね。あままり細かくは言いませんけけどポイントだけ メタバース関連なんですね。AR、VR、伸びるでしょう、これから。ここから2年、3年経つとね、今こんな風に、えー、やってますけど、おそらく3年、4年、あるいは5年かもしれないけど、皆さん一緒に会議室かなんかでね、 えー、ま、ま、メタ、メタバースですよ、まさに。そんなことは可能になるかもしれません。そういう時に必要な AR、VR のですね、えー、にレンズ必要じゃないですか。レンズっていうか、その、おまあ,あ、なんだ、モジュールですね。えー、カメラの部分ですね。で、そこ、そこにこれ実績があるんで、えー、ちょっと先見てくださいと。 これやっぱり伸びそうじゃないのということなんですね。もう一遍株価に戻りますと。まあ下がってきてるからね。えー、狙ってみたいとこですね。それからもう一つ最後にですね、際どい銘柄ですね。SMIC ですね。中国最大のファウンドリー。これ株価下がってますでしょハイテクなのに株価下がってますでしょだから選んだんですけどもね。もう中国半導体作るぞって言ってますね。 えー、なんでってら、アメリカにいじめられてるからですね。えー、で、えー、金融措置食らっちゃいましたね、この会社。2020年12月かな、エンティティ,ティストリ,リストに載っけられました、半導体装置メーカーからですね、措置が買えなくなってるんですね。で、現在も買えなくなったということなんですけど、中間期、業績良かったんですよ。結局、抜け道なんぼでもあったということですね。ところが、またね、厳しくしちゃった。 またバイデン政権、この10月だったかなあ、厳しくやったんで、その影響は出るかもしれません。でも、私はそんなに影響しないと見てるんです。なんででしょう。まあ、米中、緊迫化に詰まってるっていう、さっきの話が一つあるんですけどね。ここの得意先、どこだと思いますクアルコムとかね、モバイル半導体やってるところね、それからブロードコム、通信半導体やってるところね。えーそれかまあ TI, テキサスインス,インストゥルメント、こんなところがね大口、大口顧客なんですよ。こういう半導体メーカーに対して、アメリカのもう大きな会社に対して、えーえー、委託を受けてですね、半導体を作ってる会社の一つなんですよ。まあ、米中のもう一番密接になってるところなんですね。 もうそこを言っちゃうのかと、まあ、アメリカ企業としてはもう下向くしかないですよね、もう政府がそういうならしょうがないけども困るんだよっていうことですね。で、えーまあ、それはやりたいグループもありますよね、軍産なんかは特にね、えーまあ、米,米中、内閣がないほうがいいというそういうグループもいるでしょうけども、実際の 製造業はですね米中蜜月ですよいろんなところが一体化してね成長していくそういうグローバリゼーションの中で米中が共同でね成長していってたんですねこれまでがただそれがねいいか悪いかっていう問題は非常にまああるんですよ、うん、国際化自由化したからね、えー、まあガーファのようなものができちゃったとアメリカがあこれだけ えー、貧富の差がし広がっちゃったのはですね、えー、国際化自由化を進めてきた金融機関が影響かなと、うん、それはまあ金融市場主義でね それは一発上場させたらもう何百円にしてね何百億とかねもかっちゃうわけですよ。でもう金融機関に勤めてる人はね一発 IPO ぶち上げるとね不合でもらえますからね日本円して何十億何百億の人にいるんじゃないですかでかいのやると一発。もうそういう世界でね貧富がどんどん拡大してきたもうそのグループが進めてきたのが米中の一緒になって成長していくという世界なんでこれがね 定されているという部分は確かにあるんです、えー、あるんですけども、アメリカがもうもうそれを切り離して、ですね成長できるのかということですね。えー、アメ中国はそれはいかんということで、ですね、えー、公平とかね公正とかね、えー、共同富裕をやり始めてるんですよ。うん、やっぱりみんなね格差是正していかなきゃいかんと。でアメリカの場合はどうするのか、難しい問題があります。 ではあるんですけども、やっぱり米中がですね協力し合った方が成長がやっぱり進むわけですね。そういう部分をですね切り離すのは難しいだろうと。ただやり方は変わるかもしれません。少し今までような何でもかんでも一発当てたら大金持ちというこういうやり方はなくなるかもしれませんけどね。まあですけどもあの 国際化、自由化というのはですね決してもう消えてなくなるわけじゃないと思うんですね。まあ、SMIC に戻るとですね米中のそのまさに蜜月のですね、えー、の一つを象徴するような企業なんですけれどもでもう一つねアメリカから相当やられてますんで中国はですね自前でやるって言ってるんですよ、今ね、まあ、だからそういうこともあってね政府からもバックアップがあると。 おということで株価が下がったとっいうのが大前提ですよ、ここまで下がってきたと。で、まだアメリカ,でアメリカ次第というのも事実、バイデン政権がどうするかというのはもう,もうそれに殺生権握られています。ですけども今 申し上げていくような、一貫して申し上げているようなことでですね、米中の緊迫化っていうのがですね、緊張化がですね、揺るぐんであればですね、この辺にもチャンスが出てくるんじゃないですか。もしチャンスであれば大きく戻るっていうイメージがすぐつかみますでしょ。 ということで、ぜひとも注目してくださいということです。いくつかね、本当は今日7つぐらい用意してきたんだけど、銘柄だけ、えーえー、ちょっと言っておきますね。えー、シェンジョー王国債っていう会社、これ、えー、消費関連で挙げたんですけどもね。えーまあ あの日東医療 OEM に供給しているようなところなんですね。えー、ここも株価ちょっと下がってきてるんで、えー、狙えそうかなということを思っております。えー、これねユニクロとかねナイキとかアディダスとかブーマブーマーとかねそんなところのせいまあ、ここでもアメリカ企業つい出てきましたでしょユニクロも出てきたでしょもうもう一体化してるんですよ。 だから、まあ、そこが、まあ、もももう問題があるんですけども、こういったところ、今、ちょっと株価下がってるんですけどもね、えー、成長余地があるんだろう、消費関連で、まああ、国内でも売り上げ伸びていくんじゃないかなということで、挙、えー、げてみましたあ。それからですね、エキチリ自動車、新エネルギー自動車ですね。 えー、もうここも狙ってください、新エネルギー自動者、もう,もうだ誰が見ても、誰が考えても、新エネルギー自動車は伸びるでしょう、どこが伸びるかっていうのはまだ分かりませんよ、もちろんそれはあるけど、ここをポイントにしない手はないですよね、中長期成長銘柄の中でね、選ぶとすれば、あーそれの、まあえー、一つなんですね。 えこのあたりもぜひとも注目してください。まあ時間の関係でちょっと今日はね、ご説明できませんですけども、まあよかったらいろいろあの楽天証券さんの方でも企業紹介とかしてますしね、えー、それから、まあこれはどうなんでしょう、中国株日記法の宣伝していいのかどうか分かりませんですけども、まあこ,こんなのがね、出したらいかんのかな、あ中国株日記法おっていうのが出てますんで、えー、こんなのかもしご興味があればですね、 えー、まあ購入されてもいいのかなというふうに思います、えー、ちょうど時間になりましたあご静聴ありがとうございましたあ以上となります田代さんありがとうございました中国経済エコノミスト中国株アナリストの田代直樹さんの講演をお届けいたしましたさて本日約2時間にわたってお送りしてまいりました本セミナーはいかがでしたでしょうか 長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。本日の講演内容は後日オンデマンド配信を行いますので、ぜひご覧ください。本セミナーはコリンて終了とさせていただきます。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またお会いできますことをスタッフ一同楽しみにしております。